ちゃ朝早起きなんですけど、僕の書いたね聖域という本がありまして、その本の、オンラインイベントがあるということで、ちょっと前乗りしてファンの皆さんのために、ね、聖域にひたすらサインをしていくっていうのをやって、まあ、その後に、まあ、オンラインイベントをやっていくっていう、そういう感じになっております。めっちゃ眠いです。で今ちょっとこう台本とかいただいて、はい、見たんですけど、この聖域はまあコムドットヤマトが書いてるわけで、まあ聖域についてこう話すときはやっぱその著者のヤマトをこう下ろさなきゃいけないんで、はい、いつもそのごめんなさいね、まあ、密着とはいえその、まあ、素でやりたいんですけど、著者ヤマトが出てきちゃうみたいな部分が結構あると思うんで、うん、まあ、そこだけちょっと普段の感じと違うのは申し訳ねえなって思うんですけど、うん、だからその、なんだろう、まあ、著者ヤマト、うん、なんで、いや、著者ヤマト、いや、だからまあ、わかんない人のために言うと、一応この僕の人生初図書となる聖域がですね、22万部っていう発行部数を記録しまして、うん、まあ、自分で言うのもなんなんですけど、これは異形だと、まあ、神的な数字だというふうになっていまして、これを書いたのが一応、著者ヤマト、うん、違う違う、コムドットヤマトが書いてます。だからコムドットヤマトが書いてるんだけど、コムドットヤマトが集中するとやっぱ著者ヤマト出てきちゃうから、やめて、出さない。まあ今日はちょっとそのコムドットヤマトっていうよりは著者ヤマトとしての一面をちょっと皆さんに見ていただければなっていうふうに思っています。じゃあちょっと早速ね、サインを書く場所に移りたいと思います。1500冊らしいですけど。1500冊、1500冊、お、5時間です。じゃあとりあえずゴータとマツゲンとヨネ読んでほしい。いや、欠かせんな絶対。え、何維持させようとしたのそいつらに。一応確認だけど、役割分担。何のサイン。ダメでしょ。いや、ダメだよ。ダメだよ。ファンの人にとか届くやつだから。いや、そうだよ、俺のサインだと思ってこう買ってくれてるわけでしょ。それがマツゲンのサインだったらもう大泣きでしょ。確実に犯罪だよ。じゃあ行こう、はい、うわー気になる、どんぐらい量あるんだ。まずい気がする。ちょっともう、ちょっと待ってくれ。すごい、全部正規です。これはすごいな。5分の1、え、ちょっと待ってください。え、これが量的に言うと半分ですよね。5分の1です。5倍です。まだ任せてください。一応もう著者なんで今日は、はい、お願いします。まさに迅速でやっていきたいと思います。じゃあやるか。やりましょう。はい。いきます、はい、もうここにバッと書いていきます、はいはい、いきます、はい、ちょっと何言葉使わないんですか。いや、まだ3冊で。いや、言うな。早いです、早いです。もう一人ぐらい行った方がいいですか。そうですね、ちょっとヤマトレカ早い仕事がすごい、ヤマトレカマックスでやってください、はい、人増やすんです、はい、いっぱいいます。いいペースですか。めっちゃいいペース、追いついてないちょっとめっちゃいいペース。あ、ごめんなさい。あ、やばい、全然違う。逆にやばい。ここで多分100ですね。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。15分ペースで100だから1時間400いけるとか。やばい。なるほど、じゃあ頑張れば全然終わります。3時間半だ。5時間予定でしたもんね。そうです。でもまあ10時から始めちゃったんで9時から始めようかなと思ってたんですけど、ちょうどぐらいですね。ちょうどぐらいに今ですね。
余裕でしょうペンの出が悪くなってきたら言ってください耐えるんで聖域の売れ行きの凄さみたいなのって僕の口から言ってもぶっちゃけ信憑性ないじゃないですかいや本当にすごいことですよファンの人にどう説明していいか分かんないけど確かに盗む人とは遠くこないですよねそうなんですよ多分いやでも本当にいないですよね、うん、なんか全然前代未聞だと思います、うんうんいや、お世辞とかじゃなくて、本当お世辞とかじゃなくてブランチでも何回も入ってるし、ね、ランキングにも毎週入ってるしなんか俺それを見たことがなかった多分毎週入ってるから見れば、うん、見れば出てくると思う今週も入ってた、本屋さんでの売れ行きもね、すごくいいってことですよねなんかよくアマゾンでリンクを飛ばしてくださってるんですけどそれだけじゃなくて、店舗でも売れてるし、そうじゃないとこんな重版かからないんで売れてない本だったら絶対作れないからこの間地元の本屋さんに行ったら綺麗っすストーリー見えましたそれめっちゃ嬉しかったです定域のせいぐらいでいやもうちょっと売り切れですだから言われ慣れて言われ慣れてそれめっちゃ嬉しかったですね言われ慣れてる8月にこの本発売してまだなんか10位以内とかにずっと入ってるもんねいやすごいですよねなんか本当ないんですよこんな本信憑性出てきました聖域の凄さの信憑性がちょっといや本当この話はずっとできるもう一番偉い人から話題で営業部の人たちもトランス状態でもう毎日なんかもうこの本のヤバさですごい超大興奮しながら仕事してますまさに藤本さんも息子さんも五郎が全く読まない読まないから私がいろんな本を与えてるんだけどでもこれだけ聖域急にママ聖域あるとか言い出したえどうしたのとか言って朝の読書の時間に持ってくものが漫画じゃダメだから文字のもの持ってかないとダメだから聖域読むとか言ってなんで聖域読みたいのって言ったら大和さんがかっこいいから何がかっこいいのって言ったら全てがかっこいい全てがかっこいいいらっしゃらないですもんね大和さんみたいな中学生男子の心の捉えがなんか今日気持ちいいなすごい著者やってる今のうちにたくさん褒めててくるえ、今もう200ぐらい行ったんちゃうのですかなぁ、行ったかもしれないいや、まだですねあ、行ってるかもと思います。ペースすごい順調に15分で100ペースあと1300円1300とかもう言わないんだからペース上げていきましょうここまでですあそこまでにします誰かギブするまでで全然いいですかいやいやいや600はどうですか600は全然いってると思います全然いってると思いますもうね、一気に1000分がいけそうなってここまでいったらみんなの交通整理のためにもちょっと休憩して部長がギブというかそうかなんかバレてましたちょっと水飲みたいな部長がもうお疲れみんなで休みましょう年なんですそういう流れですじゃあここまではいはい、ちょっと化粧休止でよし今何冊ぐらいですか600はいってますね把握できないぐらい早すぎてちょっとはい、ということで、はい、ここから小休憩してまた再に戻るとそうですね心配されるわそんな甘いもんばっかりですからこんな可愛らしいチームがありますブラックコーヒーが飲めませんブラックは飲めないシュガーちょ、お前言えすぎだってマジで甘さでいろいろ飛ばしてんだふざけちゃったんですけどその編集部の皆さんが言ってくれたその数字に関してのことは多分本当のことで嬉しいですね右京くんいや違う誰が右京呼んだおー誰やねん亀山くんだろよく言いましたね亀有くん誰だこういうその個人の仕事というかこの後以外のことが結局多分コムドットに帰ってくることになると思うんで、まあ、僕としては頑張らないといけないなと思うんですけど、まあ、俺その現場に台本を持ち込みたくないから誰が小栗旬や台本ねえよこれ仕事は今日何時間睡眠今日はね1時間半からわあ追
込むね。いや1時間半はちょっとやばい。このサインの時間を巻けばちょっと仮眠取れるということで頑張ります。お願いします。いきましょう。方に向けて配信するっていう感じなので、いつもと変わらずとは言えないですからね、やっぱりね。ちょっと気合い入れていきます。よし、行きましょう。お願いします。喋れって言われてんだ。笑ってどうすんの。僕の人生初図書となります。はい、ありがとうございます。よし、ちょっと緊張してないですか。5秒前、4、3、2。本日はコムドットリーダーヤマト初エッセイ聖域出版&大ヒット記念オンラインイベントにご参加いただき誠にありがとうございます。それでは山本さん、1時間半もあっという間でございましたけれども、はい、どうも山本さんありがとうございました。これをもちまして本日の出版記念イベントは終了とさせていただきます。本日はご参加誠にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さすがに緊張した。いや、やっぱその言葉間違えらんないっていう緊張感、炎上してはいけないという、メンバーがいないところで炎上してはいけないっていうことですごいやっぱ言葉選びましたね。あとなんかそうですねってすごい言う。そうですねがトレンドになりそうな。結構いじられてたよお前。マジ、うん、真面目な。インスタライブと違うから全然違う。言われてんじゃん。でも嬉しいですね、こんだけ。緊張しました。いや、でもすごい話、やっぱりとてもよくて、学びも良かったと思います。意味のある話もたくさん出ましたし、本当にありがとうございます。台本にないこともなんかいろいろ話しちゃってしまいました。やりやすかったです。本当ですか。嬉しいです。はい、僕台本持ち込まないタイプ。もともとです。もともと今日のやつだ。はい、どうだった。良かったんじゃないですかね。普段と違くて。そう、うん。結構緊張したん、普通に。
緊張してたね。緊張するってないから、なかなか。めっちゃいい経験になりましたね。じゃあこっから事務所戻って会議って感じですかね。そうですね。じゃあ事務所帰って会議ということで、帰る準備していきたいと思います。はい、よし。めっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。すごっ。ありがとうございます。じゃあみんな今日27万部いったっていうのは知ってたんですか？知ってて、でもまた直前にかかったので、あ、今日イベントだからちょうどその時にお伝えしようと思って。なるほど、はい、すごいですね、27万部。わ、これは嬉しいわ、はい、ちょっと泣きそうですけど。ありがとうございます。皆さんのおかげで。すごいですね、27万部。誰も抜けないじゃないですか、27の、うん、でかい顔して歩きます。ありがとうございます。あ、いいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。みんなで写真撮りますか？あ、いいんですか？みんなで自慢できる。じゃあボンちょっと、うん、シード、ありがとうございます。22でもかなりすごい、私たちの中で一大ニュースだったじゃないですか。はいはいはい。で、さらにみたいな、すごい、こんなことなかなかなくて、30万部に向かってもう秒読みという感じで。あれですね、俺50万部ですね。はい、1年で50万部を目指すという。あー、それは本当に全然すごい。そしたらその時もうちょっと大きめの声。さらにどんどん、はい、ありがとうございます。よかった。いやー、嬉しいわ。僕、その、すごい大人の人が苦手というか、それ嫌いなんですけど、この業界入って、最初のなんかすごい騙されまくってここまで来てて、なんかすごいお金のためだけとかに近づいてる大人の人がたくさんいたんですけど、なんか自分で仕事を選べるようになってからは、なんかこういう本気でいいものを作りたいとか、そういう方とお仕事をさせていただく機会が本当に増えて、でこういう風に力を合わせて、多分僕が自分で書いた本を自分で出したこともいかないし、田中さんとしても偉大な記録を出すことができて、本当になんか僕が好きになれるような素敵な大人の方がたくさんいる現場で仕事をして、幸せでした。本当にありがとうございました。嬉しいですね、27。すごいですね。さすがにすごい、うん、密着中に行くという奇跡、うん、ありがとうございます。いやらしいけど開けちゃいます。大きさ的に何だろうな、板チョコかな、何だろうな、大きさ的に言うと何だろうね、タオルとかかな、紳士のハンカチみたいな。え、何それ、グイ、何それ、メモ帳じゃない、メスのメモ帳。え、いいんですか？いいんですか？え、なんか使わないかもと思って。いやいや、めっちゃ嬉しいですけど。なんか手書きっていうの知ってたので、はい、ノートとかいいかなって。いや、めっちゃ嬉しいですけど、ありがとうございます、本当に。英語のノートなんで、これ終わったら別にエルメスじゃないノートとか挟んでもらって、英語のノートだったの。マジっすか？ありがとうございます。やっぱり似合いますね。ありがとうございます。いやー、本当にありがとうございます。大切にします。ありがとうございます。こんなのはありなんでしょうか？頑張らないとですよ。今ローランド3号をちょっと目指してるんですけど、ゆくゆくはね、ちょっと50万部目指したいと思います。みんな喜んでくれてるんで、喜ばせたいなと思って頑張ります。じゃあ帰る支度しますか。うん、よし、次の現場へ行きましょう。バレないか。いや、バレそういうことを振り返る。ありがとうございました。はい、はい、大丈夫ですか？はい。じゃあ次行きましょうか。完全に間が悪いですけど、一冊だけあったんで。あ、ですか？サインしてもらって。完全に間が悪くて。ちょっとありがとうございます。じゃあちょっと皆さんに向けて、はい、過去校の写法を見せます。まあ後にも先にも出てこないだろうからね、聖域越え、聖域を越えられるのは。新しい時代の YouTuber に期待やな。はい、嬉しい、ありがとうございます。
まだまだ一緒に上を目指して頑張りましょう。こっからっすね。こっからって、はい、よろしくお願いします。これまでもすごいんですけど、さらに高みを目指していきましょう。頑張りましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。持ってきますよ。いやでもちょっとあの恥ずかしいんで、あの、はい、これを持って帰ってる姿っていうのはほぼ楽屋泥棒なんで、はい、これは突っ込まなくて大丈夫ですか、大和さん。そのお菓子は持って帰られるんですか。なんかちょっと思ったんですけど、はい、やっぱりそのエルメスをもらってもな、雑草の精神でいきたい。やっぱうちには食わせなきゃいけない部下がたくさんいるんで。流して喜ぶと思う。舐めすぎかな。舐めすぎ。多分喜ぶんだけどね。お疲れ様でした。もう真っ暗やん外。おはようございます。おはようございます。今日はバードックの撮影で使う衣装の買い出しをしに行こうと思います。明日バードックの撮影があって、今ちょっと YouTube 忙しくてバードックの放送で止まっちゃってて、待っててくれてる方にはすごい申し訳ないんですけど、明日やっと撮影ができるってことで、新しく出る服に合う衣装の買い出しにちょっと向かいたいと思います。まあついでに浦津さんとか青切さんとかの冬服をちょっと変えたらベストかなっていう感じですかね。まあそっから撮影一本やって会議やって今日は終わりって感じで、今回のコンセプトがちょっと中国っぽいというかチャイニーズっぽい感じでいきたいなと思ってるんで、ちょっとモード系のファッションが置いてあるお店に行ったりとか、あとちょっと小物、帽子とかサングラスとかそういうのを揃えたいなと思います。やっていきます。ってことで原宿来たんですけど、ここですね、ツーリオスセカンド。何回かユーマのカンコレの衣装とかこういう場所で揃えてるんですけど、今日もちょっとお世話になっていこうと思います。ありがとうございます。まあ、今回のコンセプトはちょっとチャイニーズっぽい感じでいきたいので、ジャケットとかが一番いいんですけど、今回のメインモデルはユーマくん、ユーマくんに合うような衣装を選んでこれいいんじゃない。これ何色？紫です。濃い紫です。僕はちょっと色がわからないので、結構ね、ちょっと合うと思うんですよ。赤、黒、紫合う、うん、それ黒ですね、真っ黒。真っ黒私服もいけそうな、うん、やっぱあれかな。衣装これにします。色合いはちょっと衣装と合わせてにするんですけど、まあ、どっちかだとユーマの私服になると思うんですけど、はい、じゃあ買ってきます、はい、ということで明日の衣装を変えたんで今から撮影していきたいと思います。帰ります。よいしょ。よし、こっから動画撮影があるんですけど、それまでちょっと時間があるので、インスタライブをしていきたいと思います。結構久しぶりなんでどんぐらい集まるかわかんないんですけど、インスタライブやります。はいはい、いつもこんな感じでインスタライブ始めます。4.2 万人も見てくれてる。今日でコンビンゴ最終日です。あ、ウンパお誕生日おめでとうだ。視聴者の方とコラボしようかな。あれを打っていただけるとありがたいです。今何してるかをコメントしてくれるとありがたいです。動画何時ぐらいに上がる？何時ぐらいでしょう、浦津さん。あ、面白いよ、ごめんなさい、コラボ最終日に遅くなっちゃって申し訳ない。ニコ、俺もニコとコラボしてる。え、ニコとコラボできてんの？ユーマちょっと見てくれない？このお店は僕は昭和してるんで。あ、なるほど、今招待したニコ顔作ってんの感じ。ニコ、芋引いたくさいね、これ。お前の一緒じゃん。いや、もうグループでさ、インスタライブ来てよって。あ、インスタ来てよと申しております。めっちゃ伝わんない。地獄やろね、これ。タイムオッケー。あ、来た。こんにちは。こんばんは。こんばんは。なんで、今似てないかもしれない。今似てない。あ、別に顔出せなかったら全然大丈夫ですよ。どこが似てるんでしょうか。目だけ見える。あ、似てるかも。マジ眉毛描いてないんであれなんです。やばい、やばい、嬉しい。チャンネル登録よろしく。やめます。ありがとう。バイバイ。ありがとうございます。
概要アップできたかな。多分プレミア公開されてると思います。なんか西適当なこと言ってなかったよ今。ごめんなさい、カレピピとデート中ですって。いねえやろカレピピ。てかデートしたことないやろ。ダブル嘘ついてるやん。こんにちは。こんにちは。何してんすか。彼氏となんかイチャイチャしてるところになんか山田から邪魔されたんで、つもりのやつで失礼しよう。いや彼氏いないやろ。いるだろう、どう考えても。この感じはいるだろう。どう考えてもいないでしょ。この感じだからいないって言ってるんですけどね、僕。彼氏さんは声とかも出てこれないですか。え、じゃあ、名前だけ。いや、これ素人の友達といんな。これ、ごめんなさい。リンリンかっこいいよ。ごめん、超呼ばれてるわ。ごめんね。あれ、リンリンかな。え、リンリンではないですか。いや、リンリンは多分編集終わって寝てると思う。あ、やっぱそうだ。ユーマからの電話だったからさ、なんか嬉しくてさ、出たらなんかヤマトだし最悪だ。言うべきじゃねえんじゃねえかな。あ、ユマがやっと電話してくれるんだと思った。ユマ、今日の動画もうちょっとで上がるんですか。はい、あと7分後に上がります。すみませんでした。あ、ユマ、いや、俺の時と全然違うよ。おい、そうだよ、なんかユマ。いいっすね、なんかもう達成感がありますね。すごい、なんかヤマトの視聴者の方が多分フォローしてくださってる。大量にありがとうございます。すみません、私の友達もこうやって映ってます。普通のニコー。え、仲良くね。仲良。え、赤組仲良くね。仲良し。実は私たち一緒にいました。一緒にいました。お気に入りした。なるほど。まあ、みゆちゃんも全然きつかったら俺らに SOS 出してくれれば全然あのこっちあの事務所引っ張ってきちゃうから、二人のことは。え、どういうこと、どういうこと。え、この人何言ってるんですか。いやいやいや、その、いや、ジェネレーションギャップで死んじゃうでしょ、みゆちゃん。お疲れ様でした。いや、一気にいなくなるやん、人。なるほどね、そういう手はありだと思う。プレミア始まった。プレミア始まったってことで、はい、今からメンバーが来て撮影するので、それまでちょっとプレミア見ていきたいと思います。机からハート生えてる。違う違う、服のロゴや。何だよお前それ。絡み方、あ、変わんねえ絡み方。いけます。ゆうた、ゆうむ、ヒューガ、1年記念日にバラ100本用意する男は結婚式にラベンダー7本を用意するヤマト、カナトです。今日は何、今日は質問ということで、撮影が終わったので今から明日のバロックの撮影の会議をしていきたいと思います。電話会議ですね。これが最近使ってるメモ帳です。お気に入りですこれが。もしもーし、お疲れ。ちょっと明日のことだけちょっと軽くミーティングしておきたくて。そうね。え、もうロケハン終わったってこと。ありがとう。そしたらまあ4時間でカメラマンが芝で、コンセプト考えて衣装買ってきたんだけど、今回ユーマメインで行こうかな。うん、よろしく頼むわ。あ、そう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 、中華っぽい感じのテイストでなんかラーメン入れつつで、衣装はこっちで用意するから、じゃあちょっと衣装だけ忘れないようによろしく頼みます。あー、やつーよいしょー。って感じで明日のミーティングが終わったんで、まあ、こっから明日の主役というか明日のメインモデルはユーマになるので、ユーマと衣装のサイズを合わせてスムーズに撮影できるように衣装を車に積んだりして、今日は終わりですかね。浦田さんが今回モデル初めてなんで。浦田さん、浦田さんちょっと太っちゃいました。ちょっと太っちゃいました。浦田さん明日メインモデルなんですけど。ラファ、いや、あの前々から話し合ったと思うんですけど、痩せれます？任せてください。24時間ドーピングっていうものが僕にはあるんでね。あと顔マッサージっていうドーピングもあるんで、まあ世界はドーピングですよ。いや、あの YouTube だからドーピングっていう言葉危ないんじゃないか。なしで。なしか。頑張るだけですよ。そうですね、緊張してください。じゃあこっからはフィッティングして動画のチェックをして終わりです。
ってことで、YouTube の撮影が終わったんで今から、僕たちのブランドバードックの撮影に向かっていきたいと思います。今日はですね、地元のラーメン屋を貸し切っていつもね食べさせてもらってる店長がいるんですけど、まあ、その方に許可を取って、その店長がラーメンを作るときに着てもらえるような服を作りたいなと思って今回洋服を作ったので、その店長と一緒にプロモーションを取っていくと。で、地元の友達も呼んでて、地元の寮全国へっていうYouTube 活動のコンセプトが一つあって、そこに、まあ、自分たちの大好きなラーメン屋っていうものを掛け合わせて今回洋服を作ったので、楽しみですね撮影が。で、僕たちこのバードックっていうブランドは今年の4月に自分たちで建てたブランドで、まあ、今までも結構何着か出してて、まあ自分が主にディレクションしてるんですけど、デザイナーの友達がいて、高校の時のデザイナーの友達がいるんで一緒にそいつらと仕事してるんですけど、そいつらに自分から出たコンセプトを投げてこういう服を作りたいみたいなのをメンバーから聞いたりとか自分で考えたりとかして、まあ、それをちょっとデザインにどう落とし込もうかみたいな会議をして、まあ、そのデザイナーたちがまあ洋服にしてくれるっていう、その洋服をまあ販売してるっていう感じなんですけど、できるだけというか、まあ、すごいこのブランドをやってる上で考えなきゃいけないのはデザイン性ももちろんなんですけど、まあ、自分たちの考えてること、今感じてることとか、まあ、自分たちが大切にしたいものとか、そういうものをデザインに落とし込んでいくことで、まあ、すごい意味のあるものっていうか、地元の友達にプレゼントしても嬉しいものだったりとか、家族にプレゼントしたら感謝されるものだったりするなと思ってるんで、そういうのを大事にかっこいい洋服を作るっていうのが僕たちの今ブランドをやってるコンセプトとしてあるんで、今日は集大成ではないですけど、自分たちの好きな地元の友達と自分たちの好きなラーメンを作品にして、まあ、洋服にしたんで今から撮影していきたいと思います。はい、みんないますね。よし、よろしくお願いします。チョス、はい、さお疲れ、お疲れ。はい、千葉です。よろしくお願いします。千葉、お願いします。久しぶり、久しぶり、マジで久しぶりだこれ。はい、よろしくお願いします。ラーメン屋を貸してくれるここの店長、よろしくね。うちのバード君のデザインです。密着だから、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。リュウのマスターです。お願いします。はい、緊張してるな、マスター。ちょ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 、すいません、すいません。関係なくない？今日は衣装買ったんすよ。本当に関係ある、本当に関係あるから。今日足りない衣装買ってきてくれ。わかりました、衣装。ありがとうございます。まあ、青木さんいつもバードックの撮影来る、なんか見てます、いつも。空気作り、空気作り、これいないと回んないでしょ、空気が。なんかありがたいです。やりますか。疲れた。はい、多分前も言ったと思うんだけど、関わんな。トレーニング。すいません、コードットの動画で、で、その、なんていうの、難しいよ、メンバーだし。いや、メンバーなのは分かんないけど、今俺こっちも仕事してるから一気に2つできないでしょ、普通。あれちょっとなはい、浦さん、今日の主役です。そうなの？そう、今日の主役は浦さんです。ちょっと待って、今日浦さんが、まあ、チャイニーズな感じで主役やってくれるんで。だからヒゲ伸ばしてたらしいです。そうです、浦さんのヒゲはここで生きてきました。よく伸びたな。1週間でこれです。着替えるこれ。じゃあちょっとコムドット着替えましょう。はい、かっこいい。まさに T シャツどうかっこいいですね。いいんですか、これもらっちゃって。もちろんです。やった、これマスターのために作った。どうもありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃいいっす、かっこいいっすね。なんかドラゴンボールみたいな。ありがとうございます。全然違うから。ありがとうございます。いい感じですね。こんな感じですね、撮影が。こんな感じで今回僕たちが着るのがこれですね。って感じです。これを着て今から動画を撮っていくと。はい、呼んだ。呼ばれた、呼ばれた。来てよって言ってたよ。なんで来たの、こっちに。めっちゃのぞられてる。いや、グループで山本が来てる。いや、でもキューちゃん呼んでない。俺、カナダとかカズとかピーに来てほしかった。キューちゃん、帰宅やろ。キューちゃん、疲れした。お疲れした。疲れした。いや、これキューチいじめで炎上やん。そんな時代来た。いつもこんな扱いされてるから。
もう本当に悪いやつに映るやん、もう。そうハムさん、ハムさん、あ、渡辺さんも。密着編集してるから下げろかね。あ、ちょっとすみません、すみません。いや、ちょっとみんな密着に詰めたんだけど、全然ないから。編集してるからカメラ下げろっつってた。ディレクターも困っちゃう。お前だろ、お前カメラ下げろっつってんだろ、お前。あっちゃんも同じこと言えって。お前カメラ下げろ、お前。お前何してるからカメラ下げてほしいんだ。何してるの？俺編集してるからカメラ下げてほしいんだ。あ、俺ちょっと見つけちゃったもん。何見つけたの？見てる、4年乗りは。すぐだったら1個目さ。あ、オッケーです。また数字もいいから。あ、ありがとうございます。あっちゃん、あちゃん、何見つけたんだよ。4人乗りがポスターを貼ってるらしい。うん、ちょっと待って、番宣っぽすぎる今の。お、本当だ。素で、素で番宣っぽい人。4人乗りがポスター作ってほしい。頑張ってるから。いいね。すげえ地元のラーメン屋って感じがすごいね。やばい。あいつら地元っぽいな。久しぶりに来ました。あ、なんかお揃いみたいになってんの、お前。おマジお揃いじゃない。だるいって。お揃いやん。マジだるいやん、お前。ベルサーチ兄弟です。ベルサーチはいいって、もう重いって。ボンと俺でいいんだから。え、背中は。あ、え、何お前素でお揃いにしてる感じ。気をつけやん。あ、めっちゃ受けた不祥やん。いや、めっちゃ受けた不祥。バレる、これ。チャンネルちょっとバレるの。あ、チャンネル一切バレない。今他のチャンネルでやってた場合どうなってるの。大丈夫だって、カナタもケイチも気づいてないもん。え、どういう流れになったんだろう。もう、多分そのままじゃん。え、なになになんですか。キモかしいやん。いいっすね。ご飯どこ行ってんの。で、着替えようか。革靴とかこういうのとか映したりしてもなんか象徴っぽいかなと思って。はいはいはい、ユーマだけなんかやべえ靴履いてて、俺らはなんかオケタで職人でみたいな。あ、ちょっとここら辺から歩いてくだけど、うん、じゃあそのまままっすぐ歩いてもらって。はい、どうぞ。オッケー。はい、オッケー。したらさっきの、うん、入ってくれ。頼む。頼んでません、この人。頼む。オッケー。はい。そうですね、グラッツさん勢いなかったの、大丈夫。頼もう。が良かった。あ、よく動きだけでいい。今どっちで撮る。あー、どっちでもいいや。あっちで撮ろう。オッケー。練習の切り先から撮影中に撮影すんな。あ、すいません、密着で。うん、撮影中に撮影すんな。2個かぶっちゃってんだろ。渡辺、時計。おい、なんだよ、お前喧嘩やんの。編集する時計。お前喧嘩やんの。やめましょう。俺完全に揉めを起こすの余裕で得意だよ。同じく。お前かかってこいよ、ほら。時計。殴ってみる、殴ってみる、殴るんだ。あんまりね、くそくさ。同じ方に避けんのマジ危ないよ。危ないよ、この注視ながらこうなるところでしたね。なんでよ、お前唇どんな形だよ。誰誰。いや、あ、撮影するから。 OK、リョーマ、悪いか。速攻ですね、編集まで。おー、いいね。あ、いいね。あ、めっちゃいいです。やばいやつ感が出すぎて。あ、いいね、完璧です。はい、行きましょう。はい、これが、これが昨日買ったでしょ。完璧やん。超怖いから。そう、完璧です。うん、とりあえず、OK かな。 OK、OK、 グッティー。さすが芝です。芝は最近いろんな人撮ってる。そうだね、ありがたい。すごい。すごい。いろんな人のつながりで、紹介が紹介を呼んで、クリエイターの人と。そうね、あと、この前たまたま渋谷で脇尾くんにこの歌を作って遭遇しまして。それ撮ったの。撮らせていただきました。すごい。ありがとうございます。芝の人望ですか。はい、ありがとうございます。それが芝の人望です。あれ、なんかやってる。撮影用です、撮影用。え、ボケ的に君いんのまずいね。
ちなみにモデルね、今日。あ、そっかそっか。主役が。お子さんには友達で遊びに来てるの分かるけど。楽しくなっちゃった。楽しくなっちゃった。かわいいの。YouTube 撮影あんまり。バカバカ。楽しいよ。誰がバカって言ってんだよ。うわ、これが縦社会です。コムドットの縦社会です。車止まった？ちなみにですね。この席、この席が一応その惜しいな、先に行ってよ席ですね。出ました。この名言が出た席ですね。出ました。で、言ってから立ってます。惜しいな、先に行ってよ。まあ、それしょうがない、激滑りということで。滑らすな。株価大暴落です。友達、滑らすんじゃねえよ。社長ですから、株価大暴落ですね。いただきます。すごいね、地元の友達が地元の友達の服を着たまま地元のラーメン食ってる。最高ですよね。すごいよ、後ろ見しか。いい感じやね。カレーできる。キュウジもさ、まあ、多少演者やったことあるんですけどさ、自分の与えられてる尺ぐらい分かる。汁の尺はないよ、キュウジ。言いながら行きなくなっちゃった。マムさん、いや、うまい。お前マジ食うんだね。え、先に食っていいんですか。マム、ぐちゃぐちゃ。いただきます。ヒューガー、ヒューガー、あっちゃん先にラーメン食って。やばいやばい、来た来た来た。まあしょうがない、これはまあ YouTuber というよりは友達としてのパンチだろ。え、食ってないよ。え、食ってないよ。え、じゃあ息かけない。無理でしょ、普通かけねえ。一発で分かるよ、やっぱ息かけば。え、食ってた。うん、あ、もう食ってた。はい、食ってんじゃん。ごめんなさい。勇気ある拳って言われた。あっちゃんにこれは。視聴者さんの目は気にしない。勇気ある拳。勇気ある。編集してるやつを横目に、先にラーメンは勇気ある拳でチャラですよ、これは。まあだからここ黒くしてるラーメンは。面白くね。面白くね。やばい。セリフ込みなの。え、ちょっと待って。え、青木なんで食ってるの。いや。青木は後で食べる時間がないと煮込んだっぽい。たたきでーす。宮坂なんで食ってんの。今日2杯食う。名字言わないでとか言え。嬉しそうに言ってた。あ、さっきあっちゃんのナギトで全部外しよう。もたれかかれる。あ、いいね、それがいいわ。それで行こう。ちょっと場所変えますね、俺の場所。ナイス。あと1時間でチャンネル登録者運動会が終わるんで、拡散もしていかないと。今赤組勝ってんだよ。いや、結構いい気がするね。あ、いいね、これ、これでいいわ。はい、行きます。はい、チーズ。いや、超かっこいい。ちょっと笑顔生まれましょうか、最後ゆっくり、いいね。オッケー、ナイス。全然隠れてるよ。もうちょい、普通に今、職場体験してる。職場体験、やばい。もっと出てる。そう、そんな感じ。下に行ったらどうする、来週から今働いてる。上手くなってる。いいですね。いいね。左手がグーってとかいいね。いいですね。うまそう。したら、そうね、あ、もう、何食っちゃおう。うわこのために最近頑張ってきたみたいなのがあるから、ニンニクマシ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 で食べよう。お願いします。すいません。あ、ちょっともう一回。テイク2。はい。テイク。すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。うまそう。したら、せっかくなんで油そば食べたい。いや、そば。すごいですよ、これ。地元の友達と地元のラーメン屋で、自分たちで作ったブランドで写真を撮って、ラーメンを食べさせてもらう。やばい。夢が叶いましたね。これ G モートドリームです。完全 G モートドリームですね。そして、皆さん、これにてチャンネル登録者運動会終了です。わー、そうだ。ありがとうございました。僕たちはこの撮影の中迎えたんですけど、仲間が頼もしすぎて
最後仲間の追い上げやばすぎて多分勝ったんじゃないか勝った気がするね、うん、裏もずっと終えてはないんだけど気がする俺らも1日で2万人ぐらい増えて皆さんありがとうございましたありがとうございましたじゃあちょっとここからラーメン食べていきますいただきますはいおー10月の疲労にガンシビですよねボンさんが食べてきてくださいあーすごいありがとうございますまさきありがとうございましたどうもありがとうございました全員のラーメン代だけ最後払わせて全部で1万4000円ですおーお疲れ様です。お疲れ様です。お釣り大丈夫です。はい、お釣り大丈夫です。はい、お釣り。一回行ってみたかったの。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。たくさんよく来てください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。またこれからこれ来て作ります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、みんな。ありがとうございました。ありがとうございました。おはようございます。飲んでる。今日は早いんです。今日やることは銀行に行って、メンバーと社員の給料の振り込みと、税金の振り込み。今ネットバンキングで iPad とかで振り込みできるんですけど、税金の支払いとかもろもろの支払いがあるので、ちょっと今日は銀行に行って払い込んでいこうかなと思います。どうですか豪太くん、給料は結構もらってますか？ありがたいことにいただいてますよ。大丈夫、言わされてない？いや全然、これをばかりは全く言わされてはないですね。あ、ほんと。ゴータの代だったら1万もらってる可能性高い。間違いなくないですか、それは。やっぱりでもみんな大学生してるんで。赤裸々だな、お前。あ、そっかそっか。そうっすよ、学生なんで。バイトではとてもやっぱりもらえない額なんでね。1日普通に100時間ぐらい働かないともらえない額。ざっとざっとね、わかんないけど、ざっとね。30歳前半ぐらいの人の給料ぐらいね、ゴータ。すごいね、リアルで。まあめっちゃ働いてるからね。めっちゃ働いてますからね。確かに。うん、めっちゃ働いてるから。それはね、その対価ということで。今日裏方と朝会ったら、山先輩ちょっとやっぱ裏方一人暮らししたいかもしれないですっていうから、えっ、本当はね、あの共同生活するとこ借りようっていう話になってたんですけど、一人暮らしをしたいって言い始めちゃって。あ、その場合はだから彼女もいないやつが一人暮らしをするなというほぼパワハラとセクハラをごちゃ混ぜにしたようなことを言って、彼女できるまでは男3人で共同暮らしやなっていうことには一応しておいた。あ、しておいたんだ。そうそうそう。いやでもね、まつげはね、あれなんだよ、ちょっと共同生活楽しみにしてんだよ。へえ、かわいい。いや、まあ僕人といるの嫌いじゃないんでね。きっとよ。超うざかったんだけど、ぶっちゃけ乙部さんも一人暮らししてもあんま家帰んないに意味ないんすよ。暮らしたいんだね、乙部と。多分そう、多分ね、ヨネとかと暮らしたいね。まつげん多分一人暮らししたら本当にうちのあの撮影場所一生居座るぞ、あいつ。マジそうだろうな。いや、家帰っても意味ないんで。なんか寂しいっすよね。やっぱまつげんの話題ってあいつモノマネされてる時が一番盛り上がる。でまあその銀行行った後はまあちょっと企画の買い出し僕もちょっと同行して、でその後撮影して、で夜会議一本あるんでそれこなしていくって感じですかね。はい、じゃあ行きましょう。はい、ということで、今撮影が終わったんで会議していくんですけど、まあ、会議っていうかその、まあ、電話するのは友達なんですけど、コムドットの、まあ、SNS 周りの客観的なリアクションをこうレポートにして俺らに共有してくれる友達がいて、まあ、その広告系の会社で働いてる普通の友達なんですけど、もともとユーマの高校の友達 で大学俺と一緒で、まあ、そういうやつがいて、まあ、お金払ってるとかじゃなくて純粋にコムドットの300万人を応援したいっていう気持ちで、戦略的な面ですごいあの力を貸してくれてる友達がいて、まあ、その友達と会議をして、客観的なコムドットの今の世間的な立ち位置みたいなものを共有してもらって、で、まあ、それで11月12月の戦略に生かしていくっていう感じですかね。はい、あの内容は署内でお願いします。古いっすね、言葉遣いが。いい、古いぐらいが可愛いね。行きます。えい、はい、もしもし、お疲れ。バレーにはどうするの？あ、そうそうそう。そう、だからちょっと、とりあえずそうだな。
レポートというかちょっと共有してもらって11月12月どうやって戦っていくかっていうのを考えたい。リアルなその300万の目標ってことでしょ。まあでもやっぱ最後年の瀬でいくっていうのはちょっと違うなと思ってて、まあ、やっぱ300万に付随していろんな企画とかその視聴者のみんなに対するサプライズとかを仕掛けたいわけで、年の瀬にそれを持ってきてしまうとやっぱバタバタするから12月の中旬ぐらいに行くのがベストではあるかなっていう。そこに持っていくためにはやっぱりもっとペースを上げなきゃいけないわけで、動画のクオリティしかり、SNS のクオリティしかり、やっぱ上げていかないと。やっぱ一番大事なのってさ、団結力だと思う、ここに来て。じゃあ俺らコムドットで行くぞってなってるっていう、この団結力を、やっぱその、今抱えてるファンの人たちと、形にするじゃないけど、それがエンターテインメントとして美しい。その方法をちょっと考えたいのと、アンチコメントというかソーシャルでどれぐらいのコムドットに対する反対派がいるかっていうのを数は出せないだろうけど、その人たちの大体のリアクションとかを見て、そういう人たちをどうひっくり返してこっちサイドに味方につけていくかっていうのは、やっぱその人たちの言ってることをちゃんと聞かないと分かんないから。本当やっぱりやっぱそうだよな。よし。ということで今日の動画のチェックが待ってきました。現在2時前ですね、夜の。ちょっと動画のアップが遅れてしまってるんですけど、それをチェックしていきます。レギューシュース、お疲れした。イエス。この値段とかを統一する感じがやっぱりないんですよね、今の僕たちの編集に。ここは多分やっぱ見やすさにつながってくるから。って感じ、ちょっとこの動画が重ねるときはちょっと声が小さいから、ここちょっとずれてたりとか、でこのブラーをかけるときにちょっとかけすぎてしまう節があるから、こんぐらいでいいよ。この BGM ちょっと変える感じ、すごい余裕がないのであるっていうのすごい。テロップが全て入れる必要はなくて、話し言葉みたいなのをやっぱ削っていかないと、ただ全部入れてる人になっちゃうから、話し言葉を抜いて、全然ねとかは抜いていい気がするかな。テンポ感がちょっとついてこれない、このタイミングだと。これが入れておいてるよ。分かる、このテンポ感って置いてあげないと、目を認識するまでやっぱ時間がかかるかなと思う。感覚ベースの話だけど、ちっちゃかった音が。いや多分俺声小さかったんだよ。声ちっちゃいんだよ今。普通にお前音量上げられてるやん。はずくねえ。気づかなかった、音量上げられてる。はずくねえんだい。自分の音足したの。おもろい。お疲れ様でした。今のとこ修正してもらったから、終わりました。お疲れ様でした。大丈夫ですか？明日も早いですけど。やばい、明日何時起きやっけ。いや一応なんかあっちの人たちは6時半ぐらいの起きると。多分ここを6時半に出発するんでちょっと遅いな。じゃあ これはねちょっとまずい。動画のアップが終わってなくて今3時でしょ。こっからはオッズ死亡フラグ追った散らない。あ、いやもうびっくりした今密着だから。まあやるしかないよ。やるしかないっていう精神はね、実はユーマが一番持ってるからね。これブツブツ言っててもしょうがねえ精神は一番グラスさんが持ってますから。じゃあ焦げな感じです。じゃん。よし、じゃあすいません、動画を絶対送りてしまいました。やりましょう。おい、はい、行くぞ。じゃあよし、ということでよし行こう。頑張っていきましょうか。はい、今からチャンネル登録者運動会当日に向かいたいと思います。なんと本日の睡眠時間が、わすごい、マジかよ。でもね、パキパキで行くのがベストですよ、運動会なんてのは。いや、おみぎさんは、こんにちは。僕は40分出ました。おー、
いや、大丈夫。運動会勝利重なっていきましょう。思うないな。いや、ここ面白くないでしょ、別に。あ、LINE 来たの。奇跡。カメラマン顔疲れすぎてて臭っ。誰が誰に言ってんだよ。お前もうめっちゃ疲れてるわ。行くぞ。みんな行ってきます。行ってきます。はい、じゃあ、後で。はい、後から行きます。行ってくるぜ。勝つぜ、赤組。ほら。ってことで、現在夜中2時半ということで、今動画のチェックをしてアップまで終わりましたと。でも明日投稿する動画がないので今が撮るんですけど、メンバーがあっちゃんとゆうたとゆうまが今全員寝てるんで、ひゅうがとちょっと話し合ってドッキリ仕掛けようかなってことになったんで、今から一本撮影ですね。これは明日にあげると思う。そうですね。安心すごいなんですけど、相当眠いんですけど、やるしかないということで、今からドッキリ仕掛けていきたいと思います。この動画が出る頃にはもうそのドッキリ上がってると思うんですけど、その裏側ということで、ね、ドッキリ仕掛けていきます。今ですね、朝の8時なんですけど、おはよう。おはようございます。まあ、多分このドッキリの普段の動画でね、こんなだらしないとか映ることはほとんどありえないと思うんですけど、密着ということで、先ほどドッキリが終わりまして、2人はターゲットだったと思うんですけど、びっくりしましたね。いい企画でしたよ、本当に。ね、かゆいもん。結構泣いたわ、俺。ゆうたって意外と泣いてんだよね。確かに。チームで言ったら多分2位ですよ。全然泣いてる。いや、3位だろ。誰に？ヤマとあっちゃん。いや、あっちゃんよりゆうたは泣いてるよ。うん、泣いてる泣いてる。いよいよ一緒だよね。一緒かな。あ、まあ別に一緒だったとしても2位や。確かに2位は2位だね。うん、2人は昨日も練習があったんで、ここはどうしようって感じで。寝るにも寝れないって感じだ。帰って寝てもすぐ起きるから、どうせ。今浦田さんの練習があったんです。うん、で渡辺さんがちょっと小休憩とか。うん、軍隊ですからね、うちの。いやー、これがやっぱり3日間ぐらい続いてたんで、今年一過去から。コラボウィークの後って毎回そうなんだよね。なんでだろう。でも早めにコラボウィークの編集が終わっても、コラボウィークの編集が大変すぎて休んじゃうから。一日だけ一旦休もうみたいな。そうなんだよな。この感じでさ、一生往復来ないから。ないじゃない。渡辺さんの誕生日さすがに開けてあげたい。うん、確かに23歳ですからね、あの人。あの人23歳なの。23ですよ、一応。もうちょい言ってなかった。そんなわけあるか。11月のが2番目なんですね、誕生日。そうよ。ここがね、久々だわってなんで、誕生日。そう、こっからもう、ずっと来るだろ。しつけんだよな。11に来て、12に来て、で、ボンが1月でしょ。うん、あっちゃんも1でしょ。うん、で、ゆうた3でしょ。うん、ここが怒涛だから。そうだね。で、すぐ動く。そうだね、すぐ動く。だから、来年だからさ、開くんじゃね。おお。あー、さすがにちょっと欲しいね。今年の誕生日どんなんでしたっけ。いや、今年の誕生日結構いい風だった。10時まで朝まで編集してて、そっから撮影があって、確か3時ぐらいから僕ら。もうクソ眠いじゃん。でもゼロって言われてる。今年そうだね、きつかった。言うたもん。俺夜8時ぐらいまでエスポの家にいたから。そう、一緒に帰ったわ。そうだ。あれ、あっちゃん密着カメラ初めて。ね、いや、2回目かな、今日の朝。あ、あれ今日の朝か。結構前に感じる。マジか。今日運動会やってきたから。そうだよ、運動会やったんだよ、今日。楽しかった。絶対今日ではねえけどな。8時もう1日経ってんの、あれから。いや、やばいね、8時ってやってもうバス乗ってんだ。そうじゃん。うわ、義士待ってたわ。義士が走ってきたぐらい。この1年バチクソ長かった。長かった、本当に。まだ2ヶ月あるってのは怖いね。まあ300万行った時の快感って今後一生味わえない可能性があるからね。うん、確かに。誰か倒れそうだけどな。いや、俺戻ってこれねえんじゃねえかなと思ってるから。マジで。リアルどんぐらいオフです。へえ。これはね、俺ファンの人はね、結構ね、温かい気持ちで待ってくれると思う。うん、じゃあ30歳までオフや。いやいやいや、ここはいっそ、いろいろ自分の人生やり残したことがないようにやって、7年間くらいで。で、その若い子たちが一掃していなくなったぐらいで、もう一回30歳のビジュアルで勝負しに行くっていう。そうね、その時の若い子を盛り上げに行くっていう。いやー、もう多分キーとか使わなくなって全員太ってるだろうけど。
太んのかな、俺だって。いや、どうだろうね。俺ら太んのかな。あ、太んない3人。うん、確かに確かに。あ、まあ、他と比べるとね。ルックス的に想像がつかない。ヒューが巨デブになるだろう。100%。巨デブになりたいって言ってるし。確かに。子供できてんじゃん。7年も休みもらえばね結婚して子供できるわ。何言ってんねんお前ら。俺結婚できないよ。いや、お前のやつ。ごめんけど。いや、ごめんけど。いやいやいや、君や。いや、けどマジで結婚できないと思うよ、ボンは。ボンは関係ないでしょ。いや、ボンは関係ないよ。言わないようにしようよ、できないから。やめてやめてやめて。本当にできないことはあんま言わないんですよ。ワンチャンできることしかいじんないもん。じゃあどうする、俺がもしも5人を差し置いて最初に結婚したらどうしてくれる。もうご祝儀会社の金半分ぐらいあげる、ね、きた。いや、てか普通に金欲しかったんだなって思う。結婚したガルじゃもう八方塞がりや俺あ、そんな金欲しいんだって。まあ、その仲間の結婚には結構ご祝儀弾みたい。うん、だからカナダとかさ。あー、うわー、まだ結婚式の経験なし。あ、そう、俺らないよね。ない。友達の結婚式とか行ったことない。うーん、例えば、あっちゃん普通にさ、あなたの結婚式代だったら出しちゃいそうだけど。出すかもね。え、出すかもね。うん、いいよっつって。こんだけ仲良かったら。ゆうたも、あ、ゆうた友達いないから。いるわ、お前。誰の結婚式だったら出す。りょうま。リアルだ。りょうま言うと出しちゃいそうだな。風は、カズエも出しちゃうかもな。けどカズエ結構やっぱ男だから、うん、あ、まずいや、マジいいよっていう。大丈夫だ、俺頑張れるから。あ、てかカズエ帰ってきた。あー、カズエ帰ってきた。お帰り。ちょっとアメリカと比べて心配ないぐらい痩せてたけど、顎がもうこうなっちゃってたから。食うもんねっつって、口に合わなくて。うん、そうなんだ。そうだった。お金なかったんだろ、あいつ。あー、お金ないから歩きで移動してるっつって。めっちゃ歩いてるっつってたもん。頼るよ、普通に。言うんだよね、毎回。ガチでヤバくなったら頼るって。あいつのガチでヤバいのハードル高すぎる。いや、ほんとだから、心中ここにあるとかじゃないと頼ってこないと大丈夫。その時頼られても。うん、遅いからね、遅い。それはあっち Wi-Fi の環境悪すぎて YouTube 上げなんだって言ってた。あ、そうだ。食べ取りめっちゃしたし。動画、ヨーロッパ編終わるまでに20万人行きたいって言ってたね。いや、楽しみですけどね、ヨーロッパは。あいつ偉いから、ちゃんと隔離してるから。うん、この密着の動画を見た YouTuber は、え、じゃあ最近誰とやったの、マジ聞いてこないでほしい。マジそうだね。見てよ、もう24時間手錠生活よ。5人で。うん、ずっと一緒にいるんだから。ヒューガもさすがにオナニーしてんだろうな。どっかで言ってらんないからね、溜めまくってその後の行為が楽しいから。そんなことしたら爆発しちゃうよ、足首まで来ちゃうよ。気づることになる。見てみたい、一回。しどうしよう。ジープリグラインキモや。じゃあどうしよう。俺しっか、パパはあんま痛くねえ。あんま痛くねえ。家族見てるよ。俺ですね、家。うん、俺はここや。やっぱお前全然ここでするからね。まあ俺もここなんだけど。いや、結構キモいね、やっぱ。それ、そういう事情には結構触れてこないようにしてる。そうね。こらまいてこなくなる。マジそうだ。いや、でもこないだつって焦ったのが一個あって、普通にトイレと風呂一緒やん。うん、まあ、鍵閉めてしてたんだけど、うん、普通に入ってきて、うん、普通にその、おい、今やってっからみたいな感じで言えなくて、やっぱそのままお風呂にダイブしたよね。新品のお湯を沸かして、すごいその後にゆっくり入ろうと思ってたのに、最悪の状態でお茶が入っちゃった。龍馬が入ってきたんだよ、普通に鍵を開けて。でもそれも決めよ、鍵閉まった場合はオナニーしてるから入らないっていう。だってオナニー閉める必要はないんだもん。確かに。ヒューが100%にしない。だからオナニーしてない。あいつ今日頑張ってインスタライブとか眠い目こすりながらやってたのに、オナニーマンにされてる。最悪だよ。ちょっと落ち着いて。みんなお疲れやな。ちょっと俺300万人行った後懸念してることが一個あって、達成した喜びでさ、5人でセックスしちゃうんだよ。マジか。いや、もう感情とか、いやいや、よく分かんなくなって。1年間一緒にいた友達とさ、最大の目標を達成するわけやん。なりかねないよね。うん、まあ、喜び度で言ったら。そうだから、もうハグとかハイタッチとかのレベルじゃないわけやん。
なったらもうやっぱ行ったとしてキスマつけるとかだと思うよ。ハグ感極まって首噛んじゃうみたいな感じだと思う。そっちのキモい。ってことでまあ仮眠取ろうか。そうね、仮眠取ります。はい、今日お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ということですね、トレイスの編集者の小寺さんに来ていただきました。小寺さんはちょっとテレ屋さんということで、本日ちょっと顔出し NG をいただいたんですけれども、まあ、声はね、ちょっと出演していただけるということでお願いします。お願いします。今日何でしたっけ。色光チェック。色光チェック、はい、色味を確認していくらしいんですけど、僕は色盲なので大丈夫なんでしょうか。大丈夫大丈夫ですか、うん、これ写真集の中身になっちゃうんで見せらんないんですけど、まあ1ページ目がこんな感じですか。はい、ということでちょっとチェックしていきます。うわ、綺麗これマジ綺麗ですね。そう、これね、パートごとに髪を変えてみたんですよ。はいはいはい、もうこの髪質でいくっていう。あ、もうこの髪質です。逆に沖縄のところはちょっとザラッとした髪にして、はい、カジュアルにして、最後の色気パートはツルツルにしたから。なるほどなるほど、うん、すっごいかっこいいでしょ。めちゃくちゃかっこいい仕上がりが、うわ、ちょっと沖縄はすごいな。こんな綺麗なんですか。うん、こちらめっちゃ綺麗に出てるでしょ。やばいっすね、うん、俺色盲だけどなんか感覚でやっぱ分かるんですけど、うん、これは綺麗。これはファンの人は喜んでくれるなぁ。あの、卒アル超綺麗な卒アルみたいな友達が写ってるから、うん、多分この辺のページはファンの人がほんとそういう風に見るんじゃないかな。じっくりじっくり。そうですね、うん、一人一人の表情見ちゃう。そうそうそう、これ喜んでもらえると思う。これとかやばそう、それのユーマくんの顔見て最高っすねこれはいいな。これがあれですね、みんなの、みんなの子供が、あ、娘2歳がこれって分かっちゃうもんですね。普通にイケメン好きじゃない。ちっちゃい子結構あれなんですよ。分かるんだね、整ってるものが分かる。みんな整ってるんだけど、あーすごいな、なんかもうほんと思い出って感じですね。みんなめっちゃ笑ってるやん。沖縄も結構ヤマト君が衣装を決めてくれたんですよ。あー、そうですね、衣装が本当に完璧だったと思います。マジですか。はい、衣装どこにも4人揃った時の、そうですね、どれもこれもすごいやっぱり強かった。前日まで悩みましたね、うん、あーいいっすね。なんかその写真集の、その売り上げの凄さみたいなのが多分僕たちからいくら言っても伝わらない部分があって、うん、今販売前予約段階で25万部っていう、うん、そうですね、初版20万部で発売前15万部で25万部スタートですね。これはどんぐらいの数字なんですか。まず私は今まで15年間編集者をやってきて経験したことのない予約の数です私 の, あの会社の販売担当の男の子も見たことない予約数だって言ってたから、前例がないから何部すれば十分なのかっていうのが難しい。だけど大和君と約束したから買いたい人のところに届かないことはないよね。そうそう、そういう意味ではやっぱりこっちもね、ちゃんと強気に大胆に決めていかないといけないなと思って。そうです、すごいな、25万部だよ、25万部、うん、いないからね、初版の情報。そうなんですか、だから難しいですよ、あんまりその人と比べるっていうのはその人にもう名前を出してっていうのと失礼になっちゃうからあれですけど、うん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 、だから逆にデカすぎる数字出せば前例がないっていうふうに言えるんで、うん、誰と比べても1位っていうのはなんか言いやすくていいです、うん、感じ悪くないし、うん、出版業界はやっぱ驚いてますけどね、とどろいてるというか、はいはいはい、いろんなとこの人から言われますもん。あ、本当ですか。本当に自分たちのヤバさを自覚した方がいいよって、うん、俺らでもちょっとピンときてない部分はあるじゃないですか、うん、やっぱり、うん、でもその最初の小寺さんとの約束が、うん、多分30万部で LA 行くみたいな、うん、どうしようどうする小寺さん、本当目の前まで来ちゃったんですよ。そう、すぐ、ね、みんなでいい席座ってね。そうですね、ね、本当にロスは5人それぞれ好きなものを、てか好きな場所に連れてってあげられるんじゃないかな。多分ゆうたくんはもう古着屋さんとか、はいはいはい、お洋服屋さんとかさ、カフェとかさ、みんなで NBA とか見に行きたいな。あ、バスケ部だから、もう日本撮影もめちゃくちゃ楽しかったんですけど、うん、異世界、その30万はひっくり返らない。ちょっと売れすぎてるから
五十万部でとかなんないですか、ね、いや三十万部ですよ。そう30万部ですよ。見本はないよ。よっしゃー、わーこれとかも超いい写真だな、でも冷静にこの値段ヤバくないですか。そうなの、安いそうね。これだけの本当にその2000円台全然つけるっていうことも会社の中でお話に出たけど、ファンの方が若いじゃないですか、だからやっぱりそこはこだわりたかった、どうしても5000円台にしたかった。いやファンの方はすごい言ってくれてましたよ、本当に買いやすい値段にしてくれてありがとうございます、ね、っていう損は絶対ないと思います。絶対ないですね、マジでないですね。だってもうお腹いっぱいだもんね、これ今コムドットのことを好きであればあるほどたまんなくないですか、この一冊、このね、4人のカメラマンさんのこのね、写真のバランスと、そうそうそう、沖縄は本当にみんながギューって、ね、喜ぶ人がいっぱいいたかったから、アム君かっこよくないですか。いや、やばいっすね、アム切り爆発しますね。タクミさんがセットするアム切りの髪型がかっこよすぎて、あっちゃんかっこいいっすよ、あーちょっとまあこのなんていうんですかね、この濡れ場、あーまあそうですね、濡れ場結構きついですよ、やっぱ友達のチェックとはやっぱ友達のこれを見るっていうのはさっきポン君も同じこと言ってたね、笑っちゃうな、友達の笑っちゃうね何を真剣な顔してんだっけまあ友達だからね、そうなんです笑ったら即坊主のために出したいぐらいだね俺持っといてこれこれが相談したかったんですよ、なるほど、ね、元々のそう、はい、修正ユウタの乳首をちっちゃくするっていう修正ですよね、言ったらダメじゃんこれはユウタ君に言われたことしてるからね、これは私が自分で判断してる、そうですね、これはユウタの乳輪がでかすぎてちょっとちっちゃくしてるっていうことですよね。そうで、次が見ていただくと直したやつを次のページに見てもらって直してるんですけど、はい、ちょっとちっちゃくしすぎたかなって、あ、ゆうたこんな乳首ちっちゃいわけないっすねそれはわかんねえな、これはゆうた本人に確認してもらったら、ゆうたさんすいません、ちょっとあの乳首の大きさだけ自分で確認してもらっていいですかすいませんね、ちょっと編集中のところすいません、ちょっとあ、でかいな、いや、これ修正前一応、ちょっとこれがアイス食べてたんだ、アイス食べてた、パルム、はい、美味しいよね、食べますか、食べる食べたかったんじゃん、もうゆうたくん、あと5万部で LA ですから、ね、嬉しい、パルム好きなの、パルム好きそう、小田さんこれが修正前で、これが修正後なんだけど、あ、めっちゃいいいや私は小さくしすぎたかな、そう、ちっちゃすぎるぞ、まあ、どうこんな乳首ちっちゃくないやつ、まあ、それはそう、これはあ、これがジャストですねえ、これ修正後ですか、何もしない、あ、じゃあ全然これでも、いやでも、これはちょっとでかすぎない、いや、別に、いいけど、白石麻里奈さんこのままで、お、ほんと、え、じゃあこっちはいい、こっちじゃなくていい、うん、あ、こっちこっちは違う、85% つけてきたよね、あの、あれですよね、基本的にありのままです、うん、もう全部ありのまま、うん、これで全員の顔いじってると思われたらちょっとやるから全然目立ってしないす、すごいですよね、やっぱ、うん、この人ってクオリティ高いですよね、本当にみんな綺麗な顔打ちしてるよ、また変態っぽく一個一個言っちゃうんですけど、はい、さっき文句にも言ったんだけど、大和君のほくろの位置が完璧なんですよ、はい、いやちょっと大丈夫ですか、小田さん、あ、すみません大丈夫ですか、一応これは全国放送で小田さんがほくろの位置をベタ褒めするっていうシーンが完璧って言ったのに、はい、完璧ですね、本当ですか、そこに映ってる、あー終わった、すごいな、なんかじんわりきます、ね、嬉しい、こんなすごい形になって、すごいっすよね、スタッフのそうそうたるメッツ、これを統括してるのが小寺さんということで、ね、超かっこいいじゃないですか、ここに編集って入るの、光栄です、本当に、いやかっこいいっすね、マジでこれで終わりか、はい、いやー気になることなかったですか、じゃあゆうたくんね、そうですね、ゆうたのあれだけ、うん、前回僕は修正を送らさせていただいたんで、うんうんうん、ありがとうございます、お疲れ様でした、じゃあこれね、進めるとして、相談したいのが、まあもちろん色が問題ないかもそうなんですけど、帯の色を相談したくて、はいはい、シルバーとゴールド両方、はいはいはい、出したんですね、ちょっと黄色っぽいの今、うんうん、だからもうちょっとこの辺の品のあるゴールドにしたものも出し直そうと思ってるんですけど、私としてはメインはシルバー、通常はシルバーで、例えばこっち側はゴールドにするとか、個別を
はい、同じくコートでもいろんなパターンがあるんですけど、なんかその辺を山田君に相談したいなと思って。書体も変えたからトレースの書体完璧ですね。完璧、こっちとこっちで変わってるのが、うん、あれ本邦初公開ですね。そうだよ、うん、そうだよ、表紙です。ゆうまくんかっこいいな、ゆうま、うん、マジかっこいいな、みんな外国のね、雑誌みたいな。そうですね、うん、小寺の推しはこれだよ。そうですね、これが一番いい気がします、うん、ただもっと綺麗な金があるんだとしたら、うん、なんかこっちとこっちで変えてみても、うんうんうん、ファンの人は特別感を感じてくれるだろう、うん、そう、今もう本当ね、黄色みたいな金色が出ちゃってるから、はい、やっぱりどうしてもやなんかね、ちょっとチープになっちゃうんで、はい、そうですね、そう、それをもうちょっと抑えた金、書店に置いてあって、うん、ファンの人が買うか買わないか迷うっていうことが僕ほとんどないかなと思ってて、うんうん、じゃあ何のために帯を凝るかって言ったら、やっぱその両方ゲットした人にとってなんかサプライズがあったら嬉しいじゃないですか、うんうんうん、どっちも欲しいって思ってくれるファンの人がどっちも手に取ってくれた時にこう違うみたいな、こっちの帯はこんな感じ、こっちの帯はこんな感じなんだみたいな違いがあったら楽しめるというか、うん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 、その文言を変えますか、文言を変えてみてもいいのかなっていうのは思いますね。この帯が欲しい理由の一つになったりとか、まあ喜んでくれる理由の一つになるっていうのがうんうん、はい、じゃあちょっとこれを見ていただいている視聴者の方に特別にこれになりそうです、まだね確定ではないんですけど、12月2日トレイス、この動画見てくれた方に特別公開というか、はい、バカ売りたいな、100万部ぐらい売りたいな。そしたら私ほんと編集者引退するよ今後超えられない壁ですか、100万あったら。いや、もう超えられないし、もう私がやるべきことはやったと思う編集者として、編集者として。あとはこれを、はい、今日明日で読んでほしい。はい、了解しました。あのインタビュー、え、このページ数ですか。はい、10分ぐらいでいける。本当に全部回ってます。もちろんもちろん、これまずいっていう発言があったらちょっとお願いします。ということで今から、バードックの撮影に向かいます。だいぶ前にファンアンケートみたいなのを取って、一番人気だった方をもう一回ちょっと新バージョンと一緒に作ろうみたいな感じになって、その時の1位が義賊っていうシリーズだったんですけど、その義賊の今回ブラックも一緒に作ったんで、それの撮影に向かっていくって感じですね。今日はお寺を借りてて、お寺のスタジオっていうのがあってお寺を借りてるんで、まあそこで撮影をしていきたいと思います。もう完全にスタジオっていうことで、はい、今日のカメラマンも柴くんです。よろしくお願いします。大丈夫大丈夫ごめんね、こんなに。いやいや、23歳になりました。仕事一緒にしてもらっちゃってありがたいですね。で、あのメインモデルが今日はヒロくん、はい、やらさせていただいてます。やっぱ似合う、金属ね、やばい雰囲気がちょっと映して、いや、ね、そうそう、いや、ちょっと面白い、すいません、すいません、ちょっと、もしもしもし、あの、すいません、密着なんで1カットぐらい失礼しよう。いや、結構密着なんで1カットもいらないでしょ。いや、いるんだけどね、相当面白いし、あの、素材だから、うん、今、一旦ちょっと素材だからもらって、ちょっと上、映して。これどうする、こういう社長なんでだよ。でも一応そう、ふざけて大丈夫なお寺だから、もうスタジオなんだ、もうスタジオになってる、うん、義賊、ちょっと義賊やってトラスないよ、素材今日は今日は素材は取らせないよ、素材取れない日です、今日は取れないです、これが出てくるから。ってことで、はい、あのバードック常連モデルのセイラさんです。こんばんは。こんばんは。なんでちょっと女優のオーラ出して出してないでしょ。何、ちょっと女優オーラ私が待たせてる。まあいつもバードックの撮影やってもらってるってことで、まあ今日はロンティーのロー、いい感じ、かわいい、かわいいよね、まあ仕事なんで、お願いします。
お願いします。よし、ありがとう。はい、これ、たるませたら変。いや、変じゃない。ちょっとこの辺を落として、これ緩いボール。おぎおぉ、すいません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 、なんか通りました。すいません、すいません、浦田さん、浦田さん、浦田さん、すいません、すいません、ナイス、すいません。あ、ちょっといいですか、すいません。いや、これ嫌っぽいな。浦田さん、あの、すいません、嫌がるのはちょっと一緒、その僕たちの動画なんで。今嫌がりましたね、こっちに。はい、ちょっとちょっと絶対あかんやろ、嫌がんの。できるだけ出演を減らしていって。そうそうそう、そう、そういうキャラですよ。ゆうた、ゆうた、やっぱりだ。今の旦那が報われないってこと。報われないね。なんで走ったんだ。え、ちょっと編集あって、あの、映りたくないとかじゃなくて、編集あって。ゆうまは僕は出演をちょっと減らしていって。なんで、ね、そうそうそう、僕も編集があります。素晴らしい。顔マジだったよ。まあ、今日義足の撮影ってことで、はい、寺借りてるんですけど、はい、やばいね、寺。あるんだね、寺スタジオって。寺借りる YouTuber あんまいないだろうか。うん、これお葬式のシーンとか撮れるらしい。ゆうたもね、そろそろ危ない。バカか、お前ほんとやめて、もう言わない方がいいぞ。いや、ゆうた、ごめん、そういうことじゃない。普通に、あの、普通に寿命近いだろうっていう。うん、いや、俺は別にそうは思わないから。敏感さんになってるぞ、ちょっと、うん、俺はもう全く思わない。あと5世紀生きるから。じゃあよろしくお願いします。お願いします。あ、いいね。うん、完璧や。ちょっと髪かかっちゃってるかも、絵柄に。うん、そう。はい、きます、はい。わあ、いいね、完璧や。そのまま行きます。はい、チーズ。まあ、今日のメインモデル2人なんですけど、まあ、一応コンビ名があって。あ、あんの。うん、初めて聞いた。仲いいのに噂出ないコンビっていう。出ないでしょ、お父さんになっちゃってるんだ、俺というのは。一応出ないから、ね、やっぱゆうたに全部持ってかれてる、その辺の噂は。もうなんか出るから、ゆうたの。ゆうたって噂全部出すやん。うん、組んだ女は。確かに俺なんて出ないからね、マジで。ルナちゃんとデートした後見た。何、ね、パパみたい。見た、コメントら結構見たけど、ね、出したいんだけどね、本当はね。出たほうもろいし、出たほうもろいし、ね、で、一応そのセイラっていうのは俺の妹なんだけど、今日なんかちょっと女優モードみたいに入ってる。入ってないよね、全く。入った方がいい。いや、なんかこう、だからそりゃそうだろ、写真撮って。寒いから。寒いから。俺ギリギリまで着せとけよ、アウターとか。あ、アメミさん、すいません、それ持ってきて。その黒いやつ持ってきて。あっちゃん大丈夫ですか。あっちゃん、大丈夫。黒いやつ。あの、あっちゃん雑魚キャラなんだから、率先してないと。雑魚キャラなんて。先生持ってきて、雑魚キャラ。もう一回着せて。誰に。いや、そこ指示なし。いやいや、そこだから大丈夫。女優さんいるからって。そういうのは、あっちゃんの仕事だから。まあ、じゃあ、デートして撮りたいんだから、社長が気すると思う。ありがとう、あっちゃん。触んなよ、元に。服しか触ってねえけれど。マジです、マジです。マジです、やってました。最近さ、あっちゃんかっこよくなったと思わない？うん、本当にかっこよくなって、うん、ありがとうございます、嬉しいです。え、誰見ていってんの。ヤマト見ていってんの。一応兄ですか。ちゃんと意識してるんで、ちゃんと兄って言ってますか。ちょっとヤマトはね、お兄ちゃん、ね、狙ってるやつやん、兄は。兄は、はい、じゃあ撮影お願いします。すいません。はい、チーズ。あ、完璧やね、このまま行きましょう。はい、チーズ。はい、2。はい、1。もういつもこのぐらいガチで撮ってくるんですよ、うちのカメラマンは。ヨウちゃん、もうちょっとだけ角度。あ、めっちゃいいわ。お互いがもうちょっとだけ角度つけて。すいません、シュガさん、はい、服大丈夫ですか、それは。あ、デフォです。ということで、これはありがとう、ありがとう。いいんですよ、あんま洗濯したら落ちるかなっていうことらしいです。はい、はい、行きます。千葉のお尻が。続けちゃって大丈夫。うん、気にしないで。気にしないで。
パンツ。あーまた、あまたこのパンツだ。絶対このパンツ、うちと撮影するとき絶対このパンツだ。で、これは毎回このパンツなの？絶対なの？いや、なんか大量に持ってる。これはこれこの、今日は多分カワウソ。カワウソ可愛いけどね。カワウソで、まあ、あとは柴犬が 3,4 体いるから。そろそろ新しいの出会う。いいですね、やっぱクリエイターが面白くて。シーファーは2年前ぐらいかな、 YouTube 始めて1年ちょっとしたぐらいの時にあって、ずっとうちのブランドとあのうちの記念写真とか撮ってもらってて、面白いっていうのはあるんですけど、写真が本当に上手くて毎度毎度任せてますね、シバには。まあ、普通に会社員ですから、シバは土日のこういう時間に撮ってくれると。そしたらちょっと山本さん着替えていただいても。あ、OK、俺ね着替える。え、出番だよ、夜お前着替えて、何向こう行って着替えてくれ。おめの番だよ、俺休みだから、タバコ吸ってくるだけだ。ゆうたもん、ゆうたもん、ちょっとまだだって。え、最初俺一人で。そんな冷たくし、話聞いとけよ、カス。リリコ、マキで。え、俺らの元カノのマキやろ、それだるいの。なんだかんだ付き合ってくれます。ゆうたくんはもうモデル慣れしてるんで、本当に本当に言うことはないですね。もう彼は彼のままやってもらって。で、カオコスキー。え？よっしゃ。早上がりです。そしたら、ちょっと立ち。でも立ちで。ユータ、アシッドブラックチェリー歌って。ブラックチェリー揺れてます。はい、行きます。はい、チーズ。歌詞わかんない。いいね、そのまま。はい、チーズ。あと3枚取ったらもう1個も。はい、行きます。はい、チーズ。お前にフィルム使うのもったいないって。いいね、はい、チーズ。何やねそれ。あー完璧です。はい、チーズ。オッケー、2人行こうか。あ、いいな、さすがモデル慣れの2人だから。はい、行きます。はい、チーズ。いいね、はい、ちょっと見てみよう。うわ、すごっ。でも完璧だね、もう。オッケー、ありがとうございます。そしたら、フィルガと3人で、ハンデ。あ、来ました。今日のメイン。どうも、主役です。主役衣装やな。これ着替えます。半袖のね、なんか貴族の黒も出たらしくて。半袖でも、ぶっちゃけ、この僕が冬にやるファッションとして、半袖を中に着てダウン1枚、リーダーを1枚っていう。これよくやるんですけど。え、リーダーを1枚今、リーダーって言ったよ、これ。あの、アウター。ダウン、リーダーって言ったの。あ、イーダウン、イーダウンって言ったね。イーダウンって言ったね。イーダウン、寒いから。これね、めちゃくちゃいい。金と合うんだ。金と合うね。けどね、これなんか怖いっていうか、俺もちょっと嫉妬しちゃうんだけど、シルバーとも合うんで。なるほどね。見ればかんじゃん、シルバーとも合って。全員買いやな。試し撮り、まだ試し撮り、まだ試し撮りよ。はい、チーズ。1枚ぐらいパドック出てこないかな、これ。あ、監督腐るわ。おー、いいね、もう一回いきます。はい、チーズ。ちょっと光変えます。やっぱ友達近くいると笑けてくるな。友達近くいると笑けてくる、こういう撮影も。だから一人の時とかやっぱ真面目にできるけど、コメント混じると思うと。ひわくん、ひわくん一人の仕事ないっす。いや、ある、いっぱいある、いっぱいあるわ、一人の仕事。いっぱい一人で仕事やってっから、まだ世に出てねえけど。待っとけ。いや、俺ちゃうわ。俺がしゃがんだからちゃうわ。自分がどっか潰れたんやろ。今日このクソすぎる。俺ちゃうって。なんかどっかで潰れたタイミングやろ。俺がしゃがんだと同時に。ちょっと嗅いでいい？いや、嗅げよ。じゃなわけないやん。クソすぎる。工場に問題があるわ。いや、ちょっと嗅いでみて。脇がや。脇がちゃうわ。よくここに女来る言うとるやろ。OK。そしたら、今度はじゃあ白を2人ちょい前来て。自分の色何だと思ってんね。はい、チーク。はい、チーク。うわ、強いね。うわ、そっぽ向きましょう、全員。いきます、はい、チーズ。はい、チーズ。何が
手の力なくなった。後ろの人じゃあそっぽ向きまーす。いいね。はい、笑っていっこい、はい、チーズ、はい、僕、はい、チーズ、はい、3、2、大丈夫でーす。ちょっと、いつ笑わせてください。どうなってんじゃん。強いわ。これまたいいんじゃないですかね。あ、一回、もう、そうですね。はい、チーズ。はい、チーズ。あ、いいね。あ、いいよ。あ、かわいいよ。いや、めっちゃエロいよ。めっちゃエロいね。いや、エロいわ。いいね。もうちょっと寄せてみようか。あ。もうコントやってたよ、今3人で。はい、行きます。はい、チーズ。よっしゃ、行くぜ。ウェイ。はい、ラスト。はい、チーズ。はい、チーズ。はい、チーズ。見ます。はい、チーズ。見ます。じゃあ全員、カッコつける感じで、特に上げ下げ気にしません。顎の上げ下げ。はい、チーズ。マジ？マジ？マジ？今パッて言って割り下げやった。マジ？その揺れ。3、2、1。はい、じゃあ適当に笑顔でお願いします。今日もクランクアップです。お疲れ様でした。以上です。ありがとうございます。はい、じゃあクランクアップです。お疲れ様でした。はい、ということですね。現在朝の5時なんですけれども、はい、はい、妹のセイラですね。おはようございます。うちの事務所に所属しているということで、彼女の YouTube の動画をチェックしていくと作業を今しております。はい、今日の曲はメイク動画。 BGM うるさい。うん、これがいい。もっとピント合うまで試すした方がいい。ここ合ってないやん、ピント。これもテロップバーを素材に合わせる。グッド。あとはサムネ作って終わり。サムネは？いや、いいんじゃない。うん、秋っぽい。グッド。はい、お疲れ。上手くなってる。上手く風もあるし、こういうのが見やすいと思うでしょう。あとはもうちょっと自分の乾燥肌とかの話はいいけど、もうちょっと自分の話を見ててもいい。はい、この間オンライン授業でもうちょっと人間性を出していくと遠くに歯が出る。これはただの紹介動画になっちゃう、って感じです。うい、おつ。お疲れです。うい、おつか。ありがとう。よし、ではここから撮影です。ありがとう。ウィス。ここ撮影あんの？はい、頑張ります。頑張ってっていうか、元気でね。元気で。はい、ということで盛大な案件はうちの会社で全部受けてるんで、あのメールアドレスとかもあると思うんで、そこにお願いします。チャンネル登録をお願いします。はい、ということで本日はとある撮影で群馬県の方まで来てるんですけど、多分今年一応大きいと言っても過言ではない仕事で群馬県の学校に来てます。一つ言えるのはテレビではないんですけど、大きい撮影で、お仕事いただきまして、その撮影に全員が来た感じですね。まあ朝早いんですけど、ロケバスとかも用意してくれたりとか、まあセットは全部組んでくれたりとか、ディレクターの方がいて、初めてのこういう感じの現場なんですけど、頑張っていきたいと思います。まず、そしたら準備でき次第、オープニングの撮影をしたくて、はい、まあ、内容的にはちょっとここに書かせていただいているような状態なんですけど、勝手に書かせていただいてますけど、進行はもう皆さんの、内容がこういうことを言えれば皆さんの自由で、はい、の方がいいなというふうに思っていて、企画名的なやつとかなんかも相談できたらなと思ったんですけど、そうですね、普段通りの感じでやるとしたら、じゃ言いやすいやつで、はい、よろしくお願いします。行ってもらえればと思います。はい、ちょっとところどころで、こちらの質問というか、話させていただくかもしれないですけど、そんな感じで進めていければなと思います。以上です。はい、よろしくお願いします。
願いします。あー今年、まあ、小室とかやってきたことというか、うん、なんか覚えてるものがある。まず最初僕たちの年内目標が100万人で、まあ、それを早々に達成しました。達成した、はい、で次に達成目標の200万人も6月早々に達成しました、うん、で残り6月という中でこの300万人を掲げて今頑張っているという最中なんですけど、はい、何かありますか、イベントとかもある。なんかあるやん、俺ばっかり喋ってるから一応振ったんですけど、うん、セットがあのあちらの方に用意しちゃうということで、うん、早速僕たちあの向かっていきたいと思います。はい、はい、それでは向かっていきましょう。いやすごいね、バリコンがセットは映せないんですけど間違いなく今年一大きい仕事ということで、ひわくない、あーすいません、密着のカメラ今日も来てるから、やめろっつったら、その密着すんの。すいません、他のゲーム来んねん。じゃあまあそう、一応俺に密着してるから、ディレイ、うっとしいな。ディレイと今日朝鍋してたよ。一回行くんだよディレイ。朝5時半から一緒にスーパー行って鍋の具材買ってる場合じゃねえだろ、6時半ぐらいに出るのね。あれはマジ面白かった。まあ、引き続き撮影していきます。お弁当を食べますよ。これ現場お弁当は楽しみなんだよな。うんうん、まあ、やっぱり今日は小室と大好物の大人いる撮影ということで大人いる時は僕たちは全力で子供になれる、うんうん、何も考えない、なかなか珍しいですよ、舞茸で、うん、もしかも群馬だったら舞茸が有名なんですかね。うまっ。高校来る途中のバスでもありましたもん、舞茸。いただきます。うん、まあルックスと牛丼ですからね。うん、うん、今日の撮影ドローンも入ってるらしくて。ドローン、ドローンだそんなもんあるんで言うて言われてるよ。だってここドローン特別学校みたいなから、うん、ドローンがあの育つ場所、ドローン飛ばせる人が育つ場所勉強したもんねえんだろ。この辺一体ドローン住んでんねん。住んでね。何今日真面目なんだけど、ドローンやる人は帰ってない。最近すげえ俺思うんだけどさ、後輩 YouTuber がさできてるね、歴史とかじゃなくて私的に、うん、呼ばれ方問題がすごい気になってさ、まあ例えば普通にバンバン内のルナちゃん、ああ、うん、それこそトーアとか一応その都市的にさ敬語も使ってくれるしさ、先輩として扱ってくれるわけでさ、うん、やっぱあっちゃんの呼ばれ方が結構気がかりで。そうですね、みんなにあっちゃんさんって呼ばれてるから。あのルナちゃんは特にですね、興味がなんですかね、別感好きですよね。あっちゃんは毎日呼び捨てるの嫌いよ。いや俺全然いいよ。いあっちゃんって呼ばれるのいいよ。俺全然いいよ。あのなんかそっちの方がいいから先輩座りにやるから。まああれやろ、ユーマのこと裏だとかなんかめちゃくちゃ裏でディスられるから。あいつ舐めてるから、僕のこと全然呼んでいいですよ。なんて呼ばれたの、あいつ。どういう絡みされたらやる。いやでも、後輩の女の子だった場合、うん、何やられても嫌な。わかる、俺も YouTuber の女の子の年下に何されても全く許されない、うん、で、男だった場合、面白くない人されたらやっちゃうかもしれない。ほんと小桃に鼻折られたらどうする。いや、そうやらないやん。言うかそれはもうさ、言うよ。ダメだろ、全然大丈夫やめろよ、言う確かに年下にあんま見えない感じの人になんかやられたらイラつくかもしれない。だいぶダメ。もう男の後輩がいない。いないよ、確かに。何の動画やモーリーとか。あ、そうか、モーリーとか怖いと思ってる、全く。その、都市的な話ほんまに。あ、いやめっちゃ綺麗に食う。いや、俺よ、浮かめつめが浮かめさんってなんやん。全然米つめにこのこっちは。これはちょっと許せない、女の子の礼儀のなさっていうライン。年下？年下じゃなくてデートとかしててたゴミ置いてきたそういうこと。だから普通にそうです。例えば、ご飯粒めっちゃペタペタ残す。あ、だからさ、許せないってそういうことでしょ。怒るわけじゃないけど、あ、ちょっと、マイナスやなって思っちゃう。物を置く音がでかい。あー、気にしたことない。こういうのベッドとかに、あ、気になっちゃったらもう止まんない、これ。なるほど。冬はダメ。いや、物を置く音大きくないよ。大きい。マジしようか。ブー音聞こえないよ。ブー音聞こえないよ、じゃあ。マグロズックならね、一緒に。そんな意識してくるな。え、このキモいな。このリュウコこれね、でかいやん。こっちゃが重いだけ。いや、リュウやるもん。やるわ。4日かかりなら6日ね。いや、みんなはどうやっとく。やってやって、いつも通り。
そんな静かじゃない、だから俺はいや、いやだってヒューラが立ってきた時の一連とかやばいよ、ね、そんなにうるさい飲んで でもけど動きよ、分かりやすくていいよ。お前ほらほら、こういったみたいな。いや、まあ、カットになるまあ、カットになるでカットになるまあ、見てみたいならやるかも。めっちゃおもろかったな、今な。いや、すべてだって、楽しさも受けてた。あ、以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。これちょっと本当に楽しみにしてほしいですね。いやー楽しみにしててほしいですね。ピンマイクとかついてるから。いや確かに確かに、うん、大人いっぱい入ってる撮影でしかつけないですから、うん、そうそうそうでテレビじゃないということだけね、皆さんにお伝えできるんですけれども、12月の中旬ぐらいかな、皆さんのところに届くと思うんで、ぜひ楽しみにしててください。はい、じゃあお疲れした。お疲れした。帰ろう。帰ろう。はい。そうですね、まあ、去年まではなんていうんですかね、ちょっと上からになっちゃうんですけどね、ちょっと子供な部分もあったかなと思ったりしたんですけど、今年はね、僕が誕生日の時に書いた手紙にあったんですけど、洗練された槍になれみたいなこと僕言ったんですけど、まあその通り今年はね、尖るべき方向に尖っていくリーダーみたいな感じになってくれて、僕の中で彼は引っ張るべき方向に引っ張ってくれるリーダーっていう、まあ、去年よりリーダーって感じで今思ってますね。今年なんですけど、僕たちあの炎上をしてしまったわけじゃないですか。その時とかに僕は考えたりいろいろしてみたんですけど、何もやっぱ思いつかないわけですよ。そんな時にね、社長でありリーダーの大和くんがやっぱ改善策というか解決策というか、まあ思いついてくれるわけですよ。そういう時にやっぱりリーダーだなって思いますし、窮地を救うリーダー像みたいなところを見て、わあ本当にリーダーになったんだなって思いましたね。やっぱり僕たちは今年の夏だったりとか、まあ、今もなんですけど、やっぱコラボウィークだったり結構大変な時期がいっぱいある中で、僕なんてもう本当に疲れた時は動画で本当に眠い目とかしちゃうんですけど、彼は本当にずっと全力で全力疾走を続けられる人なので、そんな時にね、彼を見て頑張んなきゃなとか思ったりしましたね。言葉だけではなく行動で引っ張れるリーダーだなと思いました。300万人これを達成することが人生最大の思い出になるんじゃないかなって思っていて、なんていうんですかね、 YouTube って学生時代のあの頃良かったなみたいなことを僕たちが作り出してる状況っていうか、300万人達成した時はね、もう本当にすごい感情になるんじゃないかなと思いますね。ということでね、残り年内少しなんですけど、全力でね300万人に向かって走っていきたいと思います。頑張るぞ。僕にとってヤマトはライターみたいな存在ですかね。これヤマトくんが最近出したあの聖域っていう本にもちょっと書いたんですけど、僕の方の言葉で、ライターってガスがあるからこうやることで火がつくと思うんですけど、そのやっぱガスが体力だとして、まあヤマトこう自分で火つけることもできるけど、まあガス欠になるのも早くて、でそのガスを突き出すのが俺らの仕事なのかなっていうのは毎回思いますね。簡単に言うならまあ燃料ですね、まあ、その大和くんが主となってこう動いてるチームなのでリーダーですから、まあ、そこに後から追い風のようにまあ燃料原動力を大和くんに注ぎ込むのが僕たちの仕事なので、まあ、燃料的な役割ですね。最近の話なんですけど、チャンネル登録者大運動会ですかね。僕たちは大和くんと10年以上の関係がありますけど、その時というか中学校時代もバスケ部としてキャプテンでやってて、言っちゃえばリーダーっていう形で僕たちを引っ張ってくれてたんですけど、僕たちからしたらそのリーダーっていうのに結構馴染みがあるというか、そういう感じなんですけど、ああいう他のグループの人たちとかいろんな人たちがいる中でリーダーシップを発揮する大和を見て、あやっぱ大和は俺らのリーダーやなっていう風には思いましたね。年内目標300万人っていうことを公言して今まで活動してきたんですけど、この数字はやっぱ
最終的な目標の日本を取るっていうのを叶える第一歩というか、まあ、第一歩ではないと思うんですけど、まあ、必要な数字認知度なのかなっていうふうに考えてるんですけど、この前スカイピースの400万人目標達成っていうのを目の当たりにしてすごい感動したし、やっぱ頑張ってる人を目の前にして自分たちもこういうふうに必死に頑張って活動してて、俺らもああいうふうになりたいなと思ったし、あの瞬間を迎えられるのがすごい楽しみなんですけど、結構ねスカイピースも2人も言ってたんですけど、散々無理だって言われてきて、僕たちの目標も正直きついのかなって思った時はあったけど、メンバー4人と裏方含め一致団結して仕事をしてるだけで楽しいと思えてたというか、その目標運命の前に、まあ、もちろん目標を公言してるから達成しなきゃいけないのはそうなんですけど、この1年は11人でめちゃくちゃきつい日もあったし、全員でオフを満喫した日もあったし、なんかそういう思い出を23歳になって残せたのが結構嬉しかったので、あとは300万人という年齢目標を無事達成して、いつも応援してくれてるみんなというか視聴者の方に褒めてもらいたいので、これはね確実に達成したいと思います。残りも応援よろしくお願いします。ヤマトはまず中学校からずっと友達なんで、大前提友達っていうのはあるんですけど、他のメンバーに比べて、まあ、仕事の話をよくするんで仕事仲間っていう面も強いやつなんですけど、僕の誕生日ラップの歌でなんか相棒みたいに言ってくれてたんですけど、僕もまあ同じような気持ちを持っているので、5人組ですけど、なんかそのよく大和側からもそういう風に言われるんですけど、僕からもそういう風に思うんで、まあ、なんかその相棒だけど大和が突っ走ってて僕が支えるでもないですけどストッパーなのかな、僕が突っ走りそうな、まあ、見た目には見えると思うんですけど、まあ、性格的に全然大和の方が危なげがあるっていうか、まあ、その危なっかしさが YouTube 界にはなんかうまく刺さってこう今の位置に来てると思うんですけど、まとめるとしたら横にいるけど走ってんのは大和っていう感じの人間ですかね。まあなんか実際社長業をしてくれてるっていうのは知ってるんですけど、直で大和が社長業をやってるところっていうのはあんまり僕は目にする機会はないので、まあ、どっちかといったらその雑誌撮影の現場に行った時のまあ雰囲気とかも、まあ、割とコムドットの大和としてリーダーとしてやってる面があるんで、取引先との連絡とかそういう社長業はしてるっていうのはもちろん知ってるんですけど、僕からすると社長はあだ名に近いっていうか、大和が社長業を上手に見せないようにこの友達としてうまくできるようにやってくれてるっていう風に僕は捉えてるんですけど、なんであくまで社長は僕からしたらあだ名で、やってくれてることは大和がうまく隠しててやってるのは知ってるから、まあ、感謝は忘れずに友達として接してるっていう感じですかね。僕たちが今年の目標を掲げたのは、まあ、去年50万人を達成して、まあ、結果60万人ぐらいで終わった後に1月1日になって、まず100万人っていうのを年内目標に立てて、それを早々に達成して、その後に200万人っていう目標を立てて、それも早々に達成して、でそこの後に目標を立てるか立てないかっていうのを何かの動画でも言ったと思うんですけど、会議をちょっとみんなで真剣にして、でまあ結局全員41で300万人目指そうっていう話にはなって、まあけど目指そうっていうことの難しさと、目指さなければ楽なんだろうなとか、目指さなくてもお金持ってたし今ほどこう伸びてないかもしれないけど YouTube 界ではきっといいポジションには入れたかなっていうのはなんとなく思うんですけど、金銭面とかそういうところだけで全員がやってないからこう目指した300万だと思うので、達成感っていう素晴らしさを味わう、まあラストチャンスかなっていう気持ちで300万人を目指したんですけど、まだ 100% いくかどうかっていうのはこの今見てる人も、また例えば親とか友達もわからないと思うんですけど、まあ、僕からすると 100% で、まあ、大和もよく 100% 確実にいくっていうのをよく言ってるんですけど、これは心の底から思ってるんですけど、心の底から思おうとしてるっていうのは多分もともとあって、 100% なんてきっとないっていうのはもちろんあると思うんですけど、まあ、それを思い込みで 100% にして全部叶えてるんで、今回の300万人もいろいろ
騒動を起こして炎上してしまったりとかで、いろいろなんか心配かけていかないんじゃないかっていうふうになったと思うんですけど、ここからあと少しなんですけど、確実に行くので、300万人までよろしくお願いしますって感じですね。ああ、なるほど。コムドットで見ると、ヤマトはリーダーっていうポジションなんですけど、まあその通りですね。やっぱワンピースで例えますと、僕たちは麦わら一味となると、ヤマトはリーダーであるモンキー・ディ・ルフィ、その位置になるんですけど、やっぱワンピースを見てて、やっぱルフィ一人だとワンピースを手にすることはできないと。仲間がいて、それぞれの役割があって、それぞれの力があって、麦わらの一味ですから。それと一緒で、僕たちもそれぞれの個性、それぞれの力、役割などがあって、コムドット、そして裏方も全員含めてコムドットですから、一番上と言いますか、その顔がまさに鈴木ヤマト、僕たちの友達ヤマトです。本当に頼りがいのあるリーダーだと僕は思っております。僕はあの聖域の本のインタビューで、ヤマトは対等で親密な先生と答えたんですけれども、まさにその通りで、ヤマトは同い年ながらも知識があったり、この僕と違う経験をしていたりというのもあって、僕にいろんなことを教えてくれる、そんな先生なんですけども、その反面、ヤマトの不器用なところもたくさん見てるんですけども、可愛いと思ってます。正直にヤマトは可愛らしい一面もあるんです。ヤマトは可愛いって言われるのは嫌いなんですけども、僕は素直に言います。ヤマトは可愛い部分もあります。あのこれは友達として見てるんで、だけどもヤマト君にはやっぱり感謝しかない。僕の人生を引っ張ってくれる、そんな存在です。今年一年中そうだと思うんですけど、まあ、特にリーダーだなと思ったのが、そのチャンネル登録者数運動会の赤組のリーダーをヤマトはやっておりまして、いろんな YouTuber と今回力を合わせて行った企画なんですけど、そのまあ言ったら初めてじゃないですか、その赤組として集まった5組の YouTuber さんと本当に力を合わせて戦った1ヶ月なんですけど、もう10月のチャンネル登録者数を増やす1ヶ月だったり、その当日の運動会もヤマトはこういう作戦で行こうで、みんなのことを鼓舞して最後まで全力で応援している姿、最後泣いてる姿、すべて含めてヤマト君はかっこいいリーダーだなと正直に思いました。なんていうんですか、もうその仕事ができると言いますか、その会社のトップですから、いや、なんていうんですかね、これは、いや、まああの友達なんですけど、友達のヤマトと仕事のヤマトは完全にあの分かれてるって感じですね。別人と言ったら過言なんですけど、例えば視聴者の方には見せないヤマトの頑張ってる姿だったとか、裏の姿だったりだとか、ヤマトは裏でも戦い続けています。僕たちには到底できない仕事の量だったり、たくさんの偉い人に話しに行ったりお願いしたり頭下げたりしてて、本当にチームのために尽くしている本当に素晴らしい社長だと僕は思っております。はい、まあそうですね、まあ今年の6月頃からこの目標を立てたんですけど、あの最初は本当に僕は不安でした。残り半年でこんな莫大な数字を伸ばすことができるのだろうか、あの心配性なので、ちょっとこの目標を公に公開して万が一失敗したらどうなるんだろうかと思って、すごく不安な日々だったんですけど、夏頃から思いっきりエンジンをかけて、その頑張ってる仲間の姿を見て、これは不安になっちゃいけない、むしろみんなの姿を見てこれはいけるんじゃないかなと素直に思い始め、まあ、今では本当にあと目標まであとわずかと、もう本当に今年も残り1ヶ月とわずかですが、目標もすぐそこに近づいています。僕たちは大先輩であるスカイピースの目標を達成した姿を見て素直に喜びましたし、それと同時に僕たちも絶対に達成してやろうと、そういう気持ちになりました。先輩方がかっこいい姿を見せてくれた分、僕たちも恩返しとして目標である300万を絶対に叶えてやろう、いや叶える、これは間違いなく叶える、本当に熱い気持ちになったんで、もうこれは達成するしかない、本当に命削って戦ってきた1年間だったんで、本当に悔いのないように残り戦っていきたいです。なので残り1ヶ月半、熱い応援をよろしくお願いします。はい、ということで1週間密着させていただいたんですけども、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。普段コムドットヤマトとして YouTube 活動をしている中では、あんまりファンの方に見せたことのない姿だと思うんで、新鮮だったと思うんですけど、はい、
いつもこんな感じでね働いてるっていうのが伝われば幸いです。リーダーと、なるほど。僕はコムドットのリーダーであり、この会社の社長なわけですけど、僕がトップを張るにあたって意識していることが2つあって、1つ目が自信を持って振る舞うってことなんですけど、自分だったらどういう人についていきたいかなって思った時に、やっぱ自信がある人がいいなと思って、だから最初 YouTube を始めて、まあ、コムドットとしての活動が始まってからずっと自信がなくても自信があるふりをしようと思って、最初はやっぱ自分に知識もなければ技術もなくて何も知らなくて空っぽなわけで、その中で一番大切なってやっぱ根拠のない自信だなって僕はずっと思ってて、不安な時に自信があるやつ見ると、あ、なんかいけるかなってメンバーが思ってくれればいいなと思って、何にもない箱を満たすのは最初は自信だなと思って、自信があるふりだったと思うんですけど、最初はだん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 自信があるふりで埋めてた箱がメンバーへの信頼だったりとかファンの方の応援で本物の自信に変わってきて、まあ、だからこう表に対して大きな発言ができるし、今は本物の自信があって堂々と振る舞えてるんですけど、たとえチームが傾いた時でも自分はリーダーとしてやっぱり自信を常に持ってみんなに発信してみんなに言葉を伝えてリーダーをやっていければなっていうふうに思っています。二つ目が真面目でいること。あなたの取り柄は何ですかって聞かれた時、やっぱ僕の取り柄って真面目なことなんですよね。逆に真面目なことぐらいですね、僕の取り柄は。結構、まあ、ふざけるのは好きだしふざけるのは得意なんですけど、物事に対してすごい真面目に取り組むっていうことは僕は得意で、僕たちこう給料平等制だったりとか、まあ、メンバーが編集してくれてる中で僕はこう直接編集、まあ、チェックで編集は触るんですけど直接編集をすることは今なくて、でこういうこの動画で見てもらったような仕事をさせてもらったりしてるんですけど、多分それってメンバーの信頼なしでは多分許されないことで、編集ってすごい時間かかることで自分の時間をすごい取ること で僕はその中こういろんな仕事を要所要所ですることが多い役回りで、その中で給料が同じっていう、多分これって僕が真面目じゃない人間だったら、なんて言うんだろう、メンバーからの信頼もないし多分任せてもらえなかったのかなって思ってて、すごい一つのことに真摯に真面目に取り組むっていうのは僕がリーダーとして心がけてることで、この給料平等制ってまあ変な話すごい難しいというか、お互いが本当に信頼しないと成り立たない制度なんで、それをこう実現させてもらってるし実現させてるし、まあ、これはやっぱお互いの関係性というかお互いの信頼があってのことなんですけど、その信頼関係を保つ上で真面目に取り組むっていうのはすごい意識していつも活動してます。メンバーとは、そうですね、難しいですけど、まあでもどこまで行ってもやっぱ友達ですね。まあでも難しいです、365日本当にずっと一緒にいたから、この1年 YouTube しかしてきてないし、もうずっとずっと、もうもちろん楽しいこともあったし辛いこともあった1年なんですけど、ずっとずっと一緒にいたから、まあもはや友達なしって言われたら自分って答えるぐらい一緒にいたし、まあ感情を共有してきてるんで、自分のことが大切なようにメンバーのことが大切だし、まあ、僕がこうメンバーに対して言えることとすれば、こうリーダーをやる上で、やっぱ漫画とか映画とかのリーダーにやっぱ憧れるわけで、まあ、会社でもそうですけど、まあ、優れたリーダーとか社長とかいっぱいいて、まあ、アニメでも、まあ、ルフィとか、まあ、シンとかすごいいっぱい優れたリーダーがいると思うんですけど、どのリーダーどの社長にも負けないなって思うのは、まあ、自分が一番メンバーのことを知ってるしメンバーのことを好きっていう、これだけはやっぱ負けたくないなって思うし負けてないなって思います。やっぱリーダーシップって言ったらいろいろあってすごい難しいんですけど、自分よりこうメンバーを愛してるリーダーはいないんじゃないかなっていうふうに、まあちょっと気味悪いんですけど、それぐらいメンバーのことを信頼してるし、その信頼が自分に対する大きな自信になってるし、すごい好きですね、メンバーが。まあ、だから質問に答えるとすると、もう大好きな友達ですね。まあ、自分が他のリーダーと比べて負けてないっていうのは、まあ、メンバーに対する愛情、これは負けてない自信がありますね。300万人、まあ、この今撮影の時点で275万人なんですけど、もうずっと言ってきてますけど必ず達成します。必ずですね。200万人を達成して300万人を
目指すって決めた時から本当1ミリも疑わずにこの目標は達成できるっていう風に信じてここまで活動をしてきて、月を重ねるごとに単純にそれを信じてくれる人が増えただけだなっていう風に僕は思ってて、まあうちのメンバー5人は最初から絶対この目標を達成できるというか達成するっていう気持ちでやってきたんで、達成しないっていう選択肢は僕たちの中になかったんで、もうそれを最初に決して300万人達成するにはどうしようっていうことをずっとやってきた1年だったんで、はい、必ず達成したいと思います。いやで最近やっぱ結構その300万人行った時のことを妄想するんですけど、妄想するだけで泣くっていう現象が起きてて、もうこの本当に本当もう4年分ぐらい頑張った1年だったから、その頑張りとか行った時のこのメンバーの顔とかを想像するともう普通に涙が出てくるっていう。まあその僕が書いた本の正規の中で、まあ僕はモチベーションはないっていう風に書いたんですけど、本当にモチベーションってないなって思ってて、自分は動き出すだけだと思うんですけど、原動力って言われるとちょっと違うかもしれないんですけど、自分がギアを入れるきっかけはいつもあって、ユーマがなんかすごい新しいアイディアをくれた時とか、あっちゃんがすげえ寝落ちしながらも必死に編集してる時とか、まあヒューガと YouTube の話してる時とか、ゆうたが会議で本気でなんかこうアイデアを出してくれてる時とか、まあ、それこそ社員のみんながこう必死こいてコムドットのために働いてくれてる時とか、そういう、一緒に働いてる人の本気な顔を見た時に自分ももっと頑張りたいっていう風に純粋に思うというか、まあ、これが原動力なんですかね。僕のこいつらのために頑張りたいっていうのが僕の原動力であって、売れない時期から僕の原動力はそこだったんですけど、多少人気になってからは支えてくれてるファンの人のありがたみっていうのをすごい感じる場面が多くて、まあコメント欄もそうだし、まあ単純に動画の視聴回数もそうだし、炎上した時にくれる DM だったりとか、この人たちを喜ばしたいっていうか、会ったこともないからなんかこういう感情が湧くのはすごい不思議なんですけど、無理無理って周りに言われてることを、それをそっちのけで応援してくれてる人たちに僕たちがそれを可能にして恩返ししたいっていうのは一つ大きな原動力になってますね。まああと300万人いったらコント終わっちゃうんじゃないかなみたいな、そんなことを感じてる人たちがいるかもしれないんですけど、安心してください、それはないです。もちろんそのチャンネル登録300万人を達成した時の達成感はあると思うんですけど、そこで満足感を得るわけじゃないかなっていうふうに僕は思ってて、もちろんその日は満足感得るかもしれないけど、僕はコムドットがチャンネル登録300万人で収まるような器ではないと思ってますし、今までに存在するグループ系の YouTuber とか、まあ、なんなら芸能界に存在するグループ系のタレントでもいいし、そういう人と比べても、まあ、僕たちコムドット5人っていうのはもっと上に行けるグループだなっていう風に、まあ、365日一緒にいた僕はそう思うんで、まあ、間違いないかなと。本当にすごいやつらなんですよ。同じ目標に向かって同じ熱量で、しかも中学校の仲いいやつだと、ここまでずっとやってこれてるのが夢みたいなことで、まあ、この5人ならどこまでもいけるなって心の底から思うし、まあ、誰と比べてコムドットが上で、誰と比べてコムドットが下でとか、そういうのめんどくさいんで、まあコムドットが日本を取ろうかなと。だってなんか感じ悪いじゃん、今どこより上でどこより下でって。だったらもうコムドットが日本一になっちゃえば誰々と比べる必要はなくて、もうコムドットが日本一っていう、そういう単純な話かなと僕は思ってます。まあ、それに、まあ、日本一っていう器にはまだコムドットは達してないなっていうふうに僕は思うので、その器になれるように今後300万人を達成した後もエンターテインメントの幅を広げて、自分たちの動画のクオリティを高めて、メンバーと思い出作りをしながら YouTube 活動をしていければなと思っています。まあ、仲いいんでね。まあとりあえず今見てる目標の300万人は必ず達成するんで、楽しみにしていてください。長い動画になってしまったんですけれども、最後までご視聴いただきありがとうございました。引き続き応援よろしくお願いします。よし。